リーグも後半戦です。前節首位北九州を撃破し息上がる水戸、一方連勝は2でストップしましたが、後半戦巻き返しを狙う群馬。後半戦のスタートは北関東ダービーです。2020明治安田生命 J2 リーグ第22節、水戸ホーリーホック対ザスパ草津群馬の一戦お届けいたします。気持ちのいい秋晴れの空に包まれましたケーズ電機スタジアム水戸が舞台です。気温23度、湿度 47% という報告が入っています。ゲームの解説は元日本代表ディフェンダー坪井圭介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 J2 リーグ前半戦が終わっての順位表を確認しておきます。徳島が首位で折り返すという形になりました、うん、北九州もポイントで並んで、ここまでが自動昇格圏内の上位2チーム。一方ボトムハーフに目を移しますと、水戸それから群馬はそれぞれご覧のポジションとなっています。各クラブがこれから後半戦を迎えます。まあ、北関東ダービー、群馬が3シーズンぶりに J2 を戦いますので、久々に栃木も加えて3クラブで行われているわけですけれども、まあ、こういったのはファンも嬉しいですよね。そうですね、まあ、サポーターの皆さん含めてそういう、はい、いい雰囲気っていうのを作ってもらって、選手も熱く戦ってほしいですね、はい、本当にお天気にも恵まれましたし、後半戦どちらがいいスタートを切れるかという北関東ダービーでのスタートとなります。まあ、水戸の方は前々節琉球相手にちょっとショッキングな逆転負けを喫したんですけれども、前節北九州戦は見事でしたね。そうですね、まあ、しっかりとした前線からのハイプレスもそうですし、はい、ショートカウンターだけではなくて、ボールを動かすということも非常によくできていたので、今節も期待したいですね。これは相当チームとしても自信になったんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、やっぱり上位のチームを叩くっていうのは大きいと思います、うん、はい。まあ、そのあたりでも大変手応えもつかめたということも秋葉監督はコメントをしていました。両チームのメンバーです。まずはホームの水戸ホーリーホック、2018年の6月岐阜戦以来の公式戦出場となります本間が今日はゴールを守ります。岸田、住吉、宇野川、ボニフェイス、河野の最終ライン、松崎、安藤、山田、木村の中盤、そして村田とアレフ・ピットブルの2トップです。今日は前線山口、中山雅人ベンチからも外していきました。 FC 東京からの新戦力鈴木も早速メンバー入りです。一方の群馬です。今日はゴールキーパー松原です。いいの今シーズン初スタメン、そして岡村、渡辺、小島の最終ラインです。田中、岩上、宮坂、白石の中盤、そして前線は経験、そして実績のあります林と大前の2トップです。さあ両チームの注目選手ですけれども、まずは水戸ピットブルをピックアップしました。そうですね、ピットブル選手は、はい、出場途中出場が多い中、5得点挙げているので、はい、その能力を発揮していると思いますし、前への推進力はもう桁外れですね、はい、もう引きずってでも前へ前へ進んでいくので、今日も期待したいですね。そうですね、今シーズン5試合目のスタメンです、ピットブルです。最終ラインに目を移しますと、ドカボニフェイスにも注目しました。はい、まあ、彼は全ての守備能力非常に高いですし、はい、まあ、特に対人能力も素晴らしいんですけれども、まあ、水戸が今ハイラインを敷いていて、その裏のスペースが非常に多いんですけれども、はい、そこのケアも今カバーリングもよくできているので、そういったことにも今日は注目していきたいですね、はい、では試合前の水戸ホーリーホック秋葉忠弘監督のコメントです。前節大きな手応えを感じたと話されていた中で、今日のメンバーは大幅に7人入れ替えられました。そのスタートを切った理由を教えてください。単純にまだ半分しか、ゲームは終わってませんし、であとはどう統計を見てもやっぱり9月10月っていうのはこう怪我人が出る頻度というのは過去のデータからもずっと高いので、もちろん同じメンバーでやりたかったっていう思いはありますけども、やっぱりこう怪我をさせないマネジメントであったり戦術っていうのもすごく大事なことになってくると思いますんで、ただ変えたからといってクオリティが下がるわけでも何かこう力が落ちるわけではないので、我々の選手でありチームは誰が出ても同じだけの強度クオリティを保っていると思ってますので、新しく出た選手に期待します。そして今日の試合は、まあ、群馬とのダービーマッチとなりますが、そこにおいて本間選手の起用っていうのは何か意味がありますか。誰よりもこのクラブの歴史を知っていますし、当たり前ですけども北関東ダービーへの思いであり厳しさであり、8連覇している喜びみたいなものも彼はずっと背負ってきましたし紡いできた一人なので、彼が出ることによってピッチ内のパフォーマンスももちろんですけども、それ以外のこういろんなところへの影響力であったり、それは特にメンタル的なところ含めてかなり大きく期待しています。
さあ一方の群馬です、まずは大前元気に注目しました。はい、まあ、大前選手は最近のパフォーマンスを見ると非常にいいパフォーマンスをしてますし、はい、まあ、とにかくやっぱゴール前での正確なパス、シュートというのはこの J2 の中でも群を抜いているのかなというふうに思うので、そうですね、今日もやっぱ多くの決定機というのを作ってくれるかなと期待しています。はい、そしてもう一人左サイドバックの小島もチョイスいたしました。はい、まあ、あの小島選手は非常にタイミングのいいオーバーラップからの左右どちらからでもクロスを上げれますし、はい、まあ、左サイドでの運動量豊富なので群馬のサイド攻撃を今日も彼が支えてくれるのではないかなというふうに思ってます。はい、それでは群馬の奥野良介監督の試合前のインタビューです。今日からリーグ戦が後半戦となりますが、はい、とはいえ連戦です。この数日間で選手たちにメンタル面はどのようなアプローチされたんでしょうか。メンタル面ですか。メンタル面はですね、まあ、この半分終わったっていうことも伝えましたし、当然のことながらここ、8試合9試合ほどの自分たちの流れを話したり、まあ、本当にいろんな形でその振り返る部分と、まあ、これから後半戦に向けてやっていく部分っていうのを、まあ、とにかくこれからまた一つずつ積み上げていくんだよっていう話はしましたね。あとはやっぱり全員が協調性を持って同じリズム同じテンポで入っていけるように、まあ、取り組んでいこうと、まあ、そういう話もしました。そして迎える今日の相手ですが、まあ、前節水戸はいい勝ち方をして今日の試合を迎える形になります。どのあたりがポイントになりそうだとお考えですか。あの水戸さんはやっぱり連動性があって連続性があるプレーを攻守ともにハードワークされるんですけれども、そこをやはり我々も同じように、まあ、連動して、まあ、連続して上回ったもので落ち着きを持ってやっぱり戦う姿勢を見せていきたい、そんな風に考えています。そして今日のメンバーを見ますと飯野選手が初めてのスタメン起用だと思うんですけども、具体的に期待することを教えてください。まあ、彼の持ち味である本当に強気のプレーというものを随所に攻守にわたって、まあ、ずっと表現してもらいたい、そんな風な気持ちでいます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、前節は北九州に勝ちまして14位というポジションで折り返しを迎えました水戸ホーリーホックです。7勝6分け8敗、まあ、黒星が1つ先行。一方の群馬は連勝が2でストップしました前節の福岡戦です。6勝1分け14敗下から2つ21位というポジションで後半戦を迎えています。まあ、ただ坪井さん、このダービーマッチっていうのは、はい、あの秋葉監督もおっしゃっているように、まあ、その時その時のポジション、あの順位というのはあんまり関係なくて、そうですね、まあ、やっぱりお互いのチームのプライドというか、はい、そういったものも関係してくるので、うん、あの現在の立ち位置とはそんなにあの気にしてないんじゃないですかね、選手たち。はい、まあ、今シーズンはずっとコロナの中断明けは連戦連戦が続きます。5連戦が続いている状況で両チームともに今シーズン3度目の5連戦のちょうど真ん中、その3戦目を戦うという今節です。まあ、あの選手たちもこのリズムに、うん、もちろんあの疲労はあると思うんですけれども、はい、この連戦のリズムにもしかしたら少しずつ慣れてきているかもしれないですね。そうですね、ただベテランにとっては結構厳しいスケジュールでしょうね。まあ、そういった意味では、はい、あのいろんな選手、若い選手もそうですし、はい、あの今まで出場機会少なかった選手にとっても、うん、多くチャンスはあると思うので、裏を返すとそういった側面もありますね。はい、はい、まあ、そんな中で、まあ、この試合を迎える前の、まあ、トレーニングの後のインタビューで、秋葉監督が非常に今、まあ、調子のいいゴールキーパーがいると、はい、でぜひその力を発揮してほしいと思っていると。そして、この試合で実際にスタメンに抜擢したのが43歳大ベテランの本間浩二です。本間がこの北関東ダービーのカップに今手を添えて笑顔で入場してまいりました。まあ、やっぱり本間選手の経験というものはやっぱり今日の試合しっかり出していただきたいですね。2018年の6月2日 J2 第17節の岐阜戦以来の公式戦の出場となります。去年に関しましてはカップ戦も含め公式戦の出番はなかったということなんですが、このスタメン起用にはちょっと驚きましたね。そうですね、まあ、秋葉監督の思い切った決断もそうですし、はい、まあ、本間選手がやっぱりしっかりとトレーニングを積んでた結果じゃないですかね。はい、
水戸のフォーメーションご覧の通りの 4-4-2 です。2人合わせて17ゴールの山口、中山、今日はメンバーから外しています。そうですね、まあ、秋葉監督もおっしゃっていたように、誰が出てもチームとしてのクオリティは落ちないというふうに自信を持って言ってましたし、まあ、疲れのない調子のいい選手を選んで前線からのハイプレスというのはやっぱり今日も継続してやっていきたいのではないのかなというふうには思っています。同じメンバーでの勢い、あるいはコンビネーションよりも、まあ、コンディション、そうですね、怪我の予防、まあ、そういった部分も重視した秋葉監督です。今日の審判団主審は鶴岡雅樹さん、アシスタントレフェリーは清野雄介さんと関谷則孝さん、第4の審判は浅田武さんです。群馬の方が遠藤を取って、ミートボールのキックオフで前半スタートいたします。一方の群馬です、こちらは前節から5人のスタメン変更、ご覧の 4-4-2 の布陣が予想されています。まあ、こちらの方もハイプレスはやっていくとは思うんですけれども、はい、まあ、まず真ん中の宮坂選手、岩上選手非常に展開力あるので、まあ、水戸の4バックをしっかり展開で動かして最終的なクロスを上げ、はい、林選手、大前選手と中で仕事できる選手がいるので、そこは一つ狙いなのかなという気はしています。まあ、サイドハーフの田中、白石も機動力がありますし、はい、両サイドバックの飯野、それから小島、前に出ていく勢いもあります。 そうですね、そして大前、林の2トップ、これも楽しみですね。はい、今シーズンから指揮を取る秋葉忠博監督です。まあ、ザスパー草津時代に、プレイヤーとしても、それからプレイヤーとして、このザスパー草津にもお所属をしていました。まあ、秋葉監督にとっても思い出のある対戦になるんじゃないですかね。そうですね、こちらは51歳奥野良介監督です。こちらもザスパ草津時代にプレイングマネージャーの経験がありまして、久々に今シーズンこの群馬の指揮を取るという形になりました。コロナウイルスによる中断の再開明け、6月27日の第2節は群馬ホームで両チーム戦って1対3アウェーの水戸が勝利を収めている今シーズンの両チームの北関東ダービーです。過去水戸14勝、群馬7勝、14の引き分けという両チームのリーグ戦での戦績が残っています。左から右に攻める水戸ボールのキックオフで前半戦がスタートします。ファーストハーフがスタートしました。左から右に攻めていきますブルーの水戸ホーリーホック、右エンドアウェー、白のザスパ草津群馬です。群馬ワンタッチで落として左のサイドバック小島が長いボールを使っていきました。最前線起点になれる林を走らせます。セカンドボール宮坂がここは競り合いに行きます。まあ、お互いに両チームともハイプレスをしてくるというのは多分もう分かっていると思うので、最初は少し裏のスペースをついたりプレスから逃れる戦術というのは取ってくるかもしれないですね。まあ、木場監督はおそらく自分たちの方が少しはボール持てるんじゃないかというふうにも戦前の予想はしていました。ただ群馬はこのコロナの再開明けに対戦したチーム状況と全く違ってきていると、非常に監督のやりたいことも浸透してきているし、まあ、大前もそのクオリティを発揮していると大変警戒をしていました。ここは早速後ろから推進力あるプレッシャーをかけましたピットブルです。ピットブルワンタッチ右から入っていきます松崎、もう一度下げて後ろから最終ラインは宇野かボニフェイス、そして配送住吉です。大前が後ろからプレッシャーをかけます。見送ってマイボールのスローインに変えました。大前元気です。まあ、2連勝中、まあ、ベルディ戦は3つの得点すべてをアシスト、でそれからその後のゲームでも PK での決勝ゴール愛媛戦と大変、まあ、最近は得点に絡む活躍を見せてますね。そうですね、プレーの質だけではなくて結果も出してきているので、はい、彼自身乗っているんじゃないでしょうかね。そうですね、ここは岡村が蓋をしまして今日は、17節9月5日の徳島戦以来4試合目の出場になりますキーパー松原です。清水は今日はベンチスタート、その松原が長いボールを使います。ノカボニフェイス、ピットブルが競ります。このセカンドボール両チームがどう回収するかですが、安藤が蹴り返して右のスペース松崎を走らせます。小島はここはタッチラインに逃れました。セーフティーここは切っていきました小島です。左のサイドバック、お互いにやっぱシンプルなプレーが多いように見えますね、はい、右から入っていった岸田、松崎の左足オープニングシュート、右のサイドハーフスタメン出場の松崎です。
まあ、彼はミドルレンジからでもいいシュートを持っているので、まあ、あの辺だと自信を持ってフリーであればやっぱり自信を持って振り抜いてきますね足を、はい。まあ、水戸は2人合わせて17ゴールの2トップ、山口和真と中山雅人をベンチからも外しました、まあ、中盤で言いましても山谷それから平塚、最終ラインで言いますと前島や細川でキーパー今日メンバーから外れた松井と、まあ、非常にあのチーム内 あの競争も激しくなっているとこういうことを秋葉監督も指摘しています。まあ、水戸は現状怪我で外れているのは、まあ、中盤の平野ぐらい、その他の選手層にも手応えをつかみ始めている秋葉監督です。左からは川野、まあ、監督としてはやっぱり嬉しいことです、うん、そうですね、だろうと思うんですけど、まあ、あの選手選考っていうのは毎回難しくなってくると思いますね。はい、左のサイドバックも前島に代わって今日は川野がスタメン、そうですね、で加えて富山も怪我から戻ってきて今日はベンチから入っています。うん、ピットブル中村田、さあこのコンビネーション、村田はキープして一旦中盤に預けます。安藤です、右オーバーラップの岸田、松崎ピットブルチャンス、ミドルシュート、セカンド拾って松崎、ここはサイドを変えます、左からサポート川野、縦預けて木村、川野、うん、木村がもう一度セカンド拾ってクロス流れてきた、ここでようやくクリア群馬です。ここは水戸が厚みのある攻撃を見せました。そうですね、まあ、水戸らしい攻撃ですね、セカンドボール拾って何度も何度もあの人が近い距離にいて、はい、コンビネーションも非常にいいんですけれども、うん、まあ、今日メンバーが変わっても、はい、あのそういうショートパスでのコンビネーションというのも、まあ、今のところよく見えるので、まあ、あのいい練習いいコンディションというのを全員が保っているんだなって気はしますね、はい。まあ、琉球戦は 2-1 でリードした最終盤に途中投入の上原に2ゴールを許してちょっとショッキングな逆転負けを喫したんですが、はい、まあ、そこからずっとまた沖縄に残って、うん、ミニキャンプを張って、そして首位の北九州相手にアウェーで 0-3 の勝利という、まあ、非常にいい内容、それから結果で、折り返しを迎えました。あの辺りのカウンターメンタリティは、まあ、日程タイトな中で見事でしたね。そうですね、本当に短い期間で、はい、まあ、やっぱ特にメンタルの部分だと思うんですけどもね、うん、あのいいマネジメントをしたんじゃないでしょうか。はい、本当に中2日3日での連戦が続く中で、まあ、コンディション調整ぐらいしかなかなかできない、そういった中で、まあ、ビデオを見てきっちり修正してくれた、これはなかなかできないことだというふうに秋葉監督も選手たちを称賛しています。まだシーズン開幕前の沖縄キャンプと同じ宿に泊まって、選手全員で食事をして、いろいろと、まあ、小さな集団で話し合いも行ってと、大変有意義な時間を取れたというふうにも振り返っています。まあ、このタイトのスケジュールの中ですごいですね、入れ替わった村田、チャンス、村田だー、キーパー、ここは松丸よく触りました、決定機でした。水戸裏に抜けた、最後は村田のフィニッシュ、松崎取り返しに行きますが、ここは群馬、大前ワンタッチ落として白石からもう一度、今度は林、大前ダイレクトでサイドを変えます。今日はサイドハーフの田中、追い越す飯野、田中センター戻して左足フィニッシュ、最後は宮坂の左足、今度は群馬がフィニッシュまで持っていきました。いや、お互いにいい切り替えというか切り替えの速さが出たというか、はい、まあ、ここは少し裏のスペースの処理の部分ですけれども、はい、まあ、最後の最後は松原選手ですね、やっぱしっかり止まってボールの軌道を見極めてセービングしているので、まあ、これはキーパーを褒めるべきだと思います。はい、川野からのロングフィード、裏に抜けた村田のフィニッシュ、決定機でした。まあ、お互いに今のように前からハイプレスかけた時の裏のスペースっていうのはポイントになるんじゃないでしょうかね。はい、お前、中盤は山田とそれから安藤のセンターです。そして左から川野、取り返した群馬ですが笛が鳴りました。北関東ダービー、お客さんも徐々に増えてきて、そして継続してこの拍手での応援を続けます。後ろからスライディングに行った田中のファールです。そうですね、少し足が、あの引っかかってしまいましたね。はい、まあ、群馬の方も今日はベンチには平尾、それから青木、新といったあたりが座っています。まあ、田中も前線起用であったり、こうしたサイドハーフであったり、使われるポジションで非常に精力的な仕事をここまで見せています。まあ、群馬の方はあのどん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 前線からハイプレス行ってもベンチにまだまだ走れる選手がいるので、そうですね、はい、
長いボール岸田へ。岸田と小島が競ります。最終的には触れませんでした。群馬ボールのスローインです。継続してスタメンは岸田、住吉、宇土川、ボニフェイス、そして山田の4人だけ。あと7人を入れ替えました。まあ、かなり大胆なメンバー選考したという秋葉監督です。まあ、しかもいい内容で結果を出した後ですからね、非常に勇気のある決断だったんじゃないでしょうかね。はい。まあ、次節のアウェーの大宮戦なども睨みながらという形になります。田中、一旦ここは切り返して中を伺います。今上ダイレクトで左、小島です。小島、ここはしっかりと対応しました岸田です。このサイドバック同士のマッチアップですね。そうですね、楽しみですね。サイドの攻防、どちらが主導権を握るかという北関東ダービーです。群馬のホームゲームでは今シーズンは水戸が勝利を収めています。まあ、群馬としてはボールを動かしながら、4-4 の水戸のブロックが非常に硬いので、はい、外のスペースっていうのをうまく展開で使ってからのサイド攻撃っていうのができると、ブロックが少しずつ崩れてくるんじゃないでしょうかね。はい、今シーズン初スタメンのイーノ、田中からのワンタッチを受けてイーノスピードを生かして抜けていきます。ちょっとここは追いつけませんでした。ただこの人はこのスピードを生かしたいですね。そうですね、まあ、特にサイドチェンジした時の、はい、サイドっていうのは非常にスペースがあるので、はい、思い切った仕掛けをしてほしいですね。まあ、あと群馬の方はサイドチェンジを早いタイミング、早いボールスピードでできると、より彼にサイドにスペースができるんじゃないでしょうかね。まあ、そのあたりのサイドチェンジも交えた少し自分たちで、前を向いて林のフィニッシュ。キーパー本間、ここは体を投げ出してしっかりと抑えました。抑えの効いたいいシュートでした林です。2017年には水戸でプレーをしてシーズン14ゴールとチームの躍進に大きく貢献いたしました。在籍22シーズン目43歳大ベテランの本間浩二からのキック。林、もう一度預けます。宮坂と岩上で中盤のセンターバランスを取ります群馬です。最終ラインは岡村と渡辺の2センターバック。岡村、飯野へサポートに田中が降りてきました。飯野は昨シーズンは J3 リーグで20試合出場、まあ、開幕から前半戦と最終盤はスタメンの座をつかんでいましたが、今シーズンはこれが10試合目の出場で初スタメンになります。小島に対する岸田のファール。少し引っ張ってしまった形になりましたね。失礼、最後はディフェンス戻った村田のファールでした、はい、ちょっと手を使ってしまいました。飯野のクロス、林のシュート、まあ、今日林選手が入っているので群馬の方はこういう形でえぐるというよりもアーリークロスを上げて林選手の早い段階でボールを合わせるというのも、一つ武器の一つになるんじゃないでしょうかね。まあ、こうしてフィニッシュも狙いますし起点にもなれますし、はい、でそれから大前とのコンビネーション、そうですね、この辺りでも崩せるという2トップです。その大前と林の2トップからプレッシャーをかけていきます群馬です。落ち着いて運びます安藤、体を張って山田です。山田と安藤の中盤センター、ここまでサポート木村、オーバーラップの川野、木村です。木村からのサイドチェンジ岸田、この辺りは村田がちょっと降りてきて右サイドに顔を出して松崎が中に立ち位置を取っています。岸田、村田へ、水戸の方は人の場所の変化というんですかね、ローテーションというんですかね、そういったものをしながら相手のバランスを崩しながらコンビネーションしてくるので、はい、まあ、今の狙いは非常に良かったんじゃないでしょうかね。まあ、どちらでもプレーができる村田がこの時間帯は右のサイドハーフ、松崎が言ってみればピットブルとの2トップのポジションにいます。今日は中山選手出てませんけれども、今日はピットブル選手が真ん中にいて、はい、あと前線3人、松崎選手、木村選手、村田選手あたりが結構流動的になるんじゃないでしょうかね。はい、まあ、しかしここまで全試合出場のキャプテンの中山と、それから、コロナの中断明けは全試合出てきたチームトップ9ゴールの山口和真、この2人をベンチからも外したというのは、
ちょっとファンも驚いたんじゃないかというような今日のメンバー発表です。まあ、これはまあ秋葉監督の自信の表れというふうに取りたいですね。はい、また群馬の方としてみてもこれ結構プライドに火がつく部分もあるかもしれません。そうですね。さあ田中運ぶ、田中大前抜けてきた、チャンス、うん、ここはしっかり住吉が体を寄せながら出てきたキーパーの本間です。ナイスカバーでしたね。2年以上公式戦から遠ざかっていた形になりますベテランキーパーの本間ですけれども、秋葉監督がまあ示していた通りやっぱり練習でも好調で状態いいんですね。そうですね、まあ、今のところ非常に安定してますし、はい、あの声もよく出ているんじゃないでしょうかね、うん、プロ25年目、水戸在籍は22年目です。これが575試合目という本間浩二です。43歳でもまだ自分は進化しているというふうに常々答えています。いや、素晴らしいメンタリティですね、うん、田中中へ、岩上ダイレクト、うん、右のスペースをつきます。ここは崩したチャンス、イーノの寄り返し、フィニッシュ、最後は入ってきました白石ですがキーパー本間との接触、これは群馬がいい形で右サイドを崩しました。そうですね、まあ、得意のこのサイド攻撃っていうんですかね、最後はこの岩上選手のスルーパスですけれども、まあ、最後は体投げ出して本間選手が、まあ、さすがですね。このあたりはちょっと大丈夫ですかね、相当激しく接触しました、うん、スピードを持って詰めに来た白石で、住吉が寄せていて勇気を持って飛び込んでいったキーパーの本間です、まあ、非常に難しいあのプレーだったと思います、あのディフェンダーもいましたし、はい、あの自分のチームのディフェンダーもいるので割とああいうところで躊躇してしまったりお互いが見合ってしまうことがあるので、そういった意味ではあの思い切って飛び出た判断はさすがですね。はい、笑顔も見せます本間です、まあ、こういった存在感笑顔もチームに安心感をもたらしますね、うん、まあ、あのキーパーとしてはあの本当に厳しいガードを鼓舞するタイプもいらっしゃいますし、まあ、こういうふうに本間選手のように、まあ、安心感を与える、まあ、そういった部分も非常に大事だと思います。そうですね、はい、まあ、その本間が長くこのゴールの前を支えてここまでの北関東ダービーの歴史では水戸は現在8連覇中ということです、うん、まあ、今シーズンの前半は栃木が2勝で水戸は群馬に勝って栃木に敗れ、群馬は共に敗れてここまで北関東ダービー2敗という今シーズンです、うん、ナイスワンタッチですね。川野がここは一旦スピードを緩めてから運びます。木村も非常に広範囲に顔を出してバランスを取ります。住吉、うん、最初のコントロールがちょっと浮きました。ここを狙っていた群馬、住吉です。国士舘大学からのルーキー、ピットブル落として木村、左川野です。スペースへピットブルついていった 、うん、岡村がここは後ろから足を出しました。水戸の方は今ピットブル選手が外向きになっているので、はい、そういった時はやっぱサポートをもうちょっと増やすとより打開しやすいかもしれないですね、少し左のサイドハーフの木村が中に降りて川野のスペースを作っていました。ピットブル、その木村、ピットブルこぼれる、うん、木村もう一度左足クロス、逆サイドに流れたボール、ここは拾います。岸田、住吉、流れたボール、村田、安藤と山田の中盤のセンターです。木村もこの辺り距離感近く取ってサポートします。そして川野、まあ、誰かが抜けたスペースにまた誰かが入ってきてという意味で非常にいい距離感を水戸の方は保っているので、はい、やっぱボールが動かしやすいですよね、中盤から前もかなり前節からメンバー変わりましたけれども、まあ、この辺りの流動性っていうのはそんなに遜色ないですね。そうですね、安藤です。ワンタッチで前を向く松崎、村田への戻しちょっと合いませんでした。さあ今度は白石が持っていこうというところですが、ここも切り替え早く山田がチェックに行きました、うん、素晴らしい切り替えでしたね、
横浜 F マリノスからの期限付き移籍で今シーズンはこの水戸に活躍の舞台を移している山田です。群馬としては今のはやっぱり縦に速い攻撃を仕掛けたかったところだと思うんですけど、はい、そこを早い段階で潰した、まあ、ボランチの仕事としては非常に大きい仕事ですね、うん、オンサイドピットブル、うん、ここはしっかりと渡辺が切っていきました。まあ、群馬の2センターバックも相当ピットブルに対しては慎重に対応してますね。そうですね、まあ、あのフリーにさせることもないですし、はい、まあ、渡辺ベテラン中心に岡村選手も非常に対人も強いので、はい、岸田から預けて松崎、松崎クロスファーサイド巻いてきて、うん、ピットブルと木村がちょっと重なってしまいました。まあ、今のところも非常にディフェンダーとしては難しいんですよね、はい、岡村選手とサイドバック の, あの間のところにボール入れられているので、まあ、でもうまく2人ともしっかり人について対応しているのでいい守備でしたね、はい、村田が詰めに行きます。そして松崎もチェイシング、林フリック、ちょっとなかなか前線で起点が作れません群馬です、うん。まあ、群馬は林選手が入った意図はやっぱりその起点を作りたいという意図もあるんで、うん、とは思うんですけれども、はい、まあ、今のところ水戸の2センターバックやっぱしっかり見てますね。これはオフサイドフラッグが上がりましたが、うん、あ、関わりませんでした。村田です。岸田クロス逆サイド3人空いてる、ピット、ゴレラ、うん、木村のボレーシュートは左のサイドネット。いや、今、まずはやっぱ岸田選手ですね、はい、まあ、おそらくパスだったと思うんですけれども、ここでオフサイドフラッグ上がってからもやっぱプレーやめなかったこのプレーですね、はい、でその後しっかりピットブル選手が競ったその裏、まあ、さっきも言ったようにこのセンターバックとサイドバックの間のところですね、あそこ非常につきにくいので、うん、いや、水戸としては惜しいシーンでしたね。決定機でした。右サイドバックの岸田からのクロス、左から詰めた木村です。またやっぱ木村選手がしっかりあの外側に立っていたってことがあのよりつきにくくする要因だったと思うので、はい、いいプレーでしたね。まあ、村田が関わりかけて足を止めて、まあ、オフサイドを逃れたのも、まあ、一つ頭脳的なプレーでした、うん、はい、ここは中盤球際激しい両チーム、笛が鳴ってミートボールです。お互いに攻守の切り替えのところは今日 の, あの勝敗のポイントになるんじゃないでしょうかね、はい、住吉から首を振って受けました山田、運動官ボニフェイス、カーノです、はい、松崎を走らせましたがちょっとこれはボールが長くなりました、うん。スタートは右サイド、そして途中からはトップの位置でプレーをしています松崎です。東洋大学からのルーキーです。ややここまではホームの水戸がボールを握る展開、ただ群馬も最後のところではなんとかしのいでいます。スッと寄せる白石、安藤ためを作って右の村田へ抜けたチャンス、村田中、木村その後ろ、うん、逆サイドまで流れたボール、カーノが行きます。ディフェンス戻った田中俊也、宮坂はここはためを作って右のスペース、田中を走らせます。中には大前、遅れて白石も入ってくる。さあ田中、大前落として林、打たせない。最後は住吉のスライディング取り返しました小島です。ここで村田のファール、笛が鳴りました。大前の落としからフィニッシュまで持っていきたかった林ですが、ここは住吉のスライディング、ね、少し林選手トラップが大きくなってしまったところを住吉選手がよく狙ってましたね、はい。まあ、お互いにあのボールに向かってのプレーなので、うん、まあ、こういう接触はしょうがない部分はあるとは思いますね、はい、群馬ただの宮坂のスペースをつくパスから田中を走らせて、うん、あのシーンはフィニッシュまでちょっと完結させたかったですね。そうですね、
まあ、やっぱ特に群馬の方は宮坂選手が持つと、はい、やっぱり縦のパスもそうですしサイドチェンジもそうですし、非常にあの得点に直結するようなパスを出せるので、はい、あのいい動き出しだったと思いますね。3対1で勝ったベルディ戦では全ての得点お膳立てをしました、うん、大前がここはフリーキックを蹴ります。よく声をかけながらマークを確認しています。お前低いボール遠目から狙っていきました。これがちょっと面白いところに飛んでえフリック、うん、と落としたキックではなかったかもしれませんけれども、最終的には渡辺のフリック。そうですね、ここ渡辺選手と林選手で2人よく反応してましたね、はい。まあ、おそらく渡辺選手は、うん、当たって入ればいいかなぐらいの感じだったかもしれないですけどもね、はい、面白いプレーですね。まあ、本間もちょっと飛び出しきれず、林が、まあ、ブラインドのような立ち位置にもなっていて、はい、水戸としては非常に難しい対応でしたが、さあコーナーキックをつかみました。今度は群馬です、左から。ここも大前が蹴ります。どこのボールがやばい。ショートコーナー白石下げて、ここはミドルシュート、うん、マナル、うん、ここは松崎フォローしました。宮坂のミドルシュート、いやいいシュートでしたね、やっぱ彼は年間通じてやっぱミドルシュート決めるの で、 そうです、ね、ここでやっぱフリーになったら迷わずやっぱ足を振ってきますね、うん、回転も抑えてましたんで、はい、ちょっとキーパーも難しい変化でした ね、うん、ね。さあ今度は水戸のカウンター、松崎、松崎がまだ行きます。あー、ここで預けたボール、今度は群馬のカット。そうですね、群馬の方はこうやって奪った後、はい、あの早いカウンターができなければしっかりこういうボールを動かすことは大事じゃないですかね。そうですね、経験なら岩上が落ち着けて、そして岡村はキーパーまで戻します。お互いにやっぱ少しロングボールが減ってきているので、はい、まあ、やりたいこうビルドアップっていうのはだんだん出てくるんじゃないでしょうかね。松原からのフィード、流れたボール林が行きます。ここで収めました。林、田中へ、住吉の対応、丁寧に山田に預けます。あそこから簡単に蹴らないでつなげるのがいいですね。そうですね、まあ、あのディフェンダーにとってはあそこの間に縦パスを入れるって非常に勇気のいることなんですけども、はい、あのいいパスでしたね、やっぱ引っかかってしまうと一気にカウンターになるので、うん、そうですね、はい、山田もしっかりとそういった住吉からのパスを引き出せるポジションに動いていました、うん、そうですね。ゲームは前半飲水タイムに入ります。今日久々のスタメン出場の本間浩二、水戸です。この立ち上がりのセーブに始まって、これも非常に、あの水多分前であったので、はい、手前でバウンドしての非常に難しい対応だったんですけども、うん、しっかり抑えてますね。いいですね、はい、しっかりあの住吉選手とコミュニケーションを取っていい飛び出しだったと思います、うん、ここもそうですね、はい、ここに住吉選手がいて躊躇してもおかしくないところだったんですけれども、思い切って出ているので、うん、そして笑顔ですからね、はい、2年と 3,4 ヶ月ほど、まあ、実戦、まあ、公式戦から遠ざかっているという形ですけれども、うん、まあ、それを感じさせない、はい、本間のここまでのパフォーマンスです。まあ、あの彼自身やっぱり久々のゲームを楽しんでるっていう感じもしますね。そうですね、はい、ここまでのボール支配率、ポゼッションは水戸の 58%、 パスの本数でも上回っています。シュート数は4対5、逆に群馬の方が1本多いここまでです。まあ、若干水戸の方がしっかりボールを持っていたかなという気はするので、はい、まあ、このデータの通りかなという感じですね、うん、まあ、ただやっぱり群馬の方もあのボール持つシーンというのはそんな多くなかったかもしれないですけど、はい、あの鋭い攻撃というのは見せているので、ええ、まあ、シュート数にそれがつながっているかなという気はしますね。そうですね、まあ、どちらもこの、まあ、宮坂しかり、あるいは水戸の、まあ、中盤のプレイヤーなども、まあ、急所をつくパスが出せる、うん、そういったタレントが揃っています。今日はキャプテンマークを巻いている安藤です。松本からの期限付き移籍で今シーズンは水戸でプレーをしています。まあ、彼は本当に僕も湘南で一緒にプレーしたんですけど、はい、潰し屋ってイメージがあるんですけど、ええ、ただ
あのパスの能力、はい、ボールをしっかり蹴れるんですよ、うん、なのでそういった部分も期待してみたいですね、はい、2014年から17年までは湘南で2席を置いていました。福島や金沢などでも期限付き移籍で経験を積んできた安藤です。岸田のスローイン、うん、もう一度その安藤タッチライン際、これは群馬のスローインに変わります。群馬のセンターバック2人非常に今ピットブル選手を自由にさせてないですね、まあ、まずはやっぱああいう選手に対してはやっぱり前を向かせないってことが大事かなと思いますね、はい、山田のカット、またここで松崎選手と村田選手のポジション変わっているので、そうですね、村田がトップ、はい、そして松崎が右サイド、今中に絞っています、その松崎、はい、そう安藤、木村です、縦パス抜けてきたチャンス、松崎、松崎だ、決定機でした、水戸、いやー決定ですね、もう最初縦パスですね、今ちょっとリプレイには映らなかったですけれども、最初のやっぱり縦パスが非常に運動家住吉選手ですかね、うん、ここはちょっと松崎選手にしては一つ冷静になってシュートしたかったところですね。ちょっと相手プレイヤーにも当たって、うん、木村のパスのコースは変わりましたけれども、はい、まあ、それに鋭く飛び込んできた松崎です、はい、よく反応したんですけれどもね、まあ、3人松崎含めてゴール前に走り込んでいましたので、ここというところの水戸の人数のかけ方迫力ありますね。そうですね、さあ今度は群馬白石です、ノーファールで取り返しました松崎、村田後ろから潰しに行こう岡村です、こちらもノーファール、いいの、ちょっとプレッシャーを受けて浮かせたボール、林胸コントロール、宮坂ダイレクト、白石中に絞って左から小島のオーバーラップです。さあ小島中3枚、小島右足でのクロス、群馬も徐々にこういったテンポ出てきましたね。そうですね、真ん中を使いながら相手が集結したところで空いたサイドを使うっていうのは群馬の良さなので、はい、宮坂グラウンダーのボール転がしてきましたが、ここは住吉のカット、相手プレッシャーありますがちょっとドリブルで運びました。ピットブル、うん、ちょっとなかなか関われずに、そうですね、ちょっと集中を保つのが難しいピットブル、この時間帯です、30分です。再三お伝えしていますが、今日は水戸自慢の2トップ、山口和馬、そして中山雅人、ベンチからも外れています。思い切ったターンオーバーを敷いてきました秋葉監督、宮坂からのロングフィード、大前が引き出しましたが後ろから田中です、田中ターンして山田です、うっと村田は収めきれませんでしたが、山田の一連のターンの身のこなし非常にスムーズでした。あと水戸の今のセンターバック2人の裏へのケアも素晴らしいですね、はい、割とハイラインをいつも引いてるんですけど、サイドチェンジのボールです、川野が弾き返して木村へ、山田一旦後ろから作り直します、だいぶこうして山田を経由してボールが動きますね。そうですね、群馬の方もいい、はい、連動したいい声の出た守備をしてますね。そうですね、松崎にボールが入るところで後ろからゴーと声がかかりました、躊躇なくプレッシャーにいった小島です。まあ、あの後ろのゴーの声があるかないかでやっぱり違うんですよね、うん、あ、はい、一瞬その言っていいのかどうかっていう思うところが、そういう確認なしでいけるので、はい、まあ、奥野監督のもと前半戦はちょっと苦しい3シーズンぶりの J2 のシーズンを過ごしてきた群馬ですけれども、徐々にこうして内容でもお見劣りしない時間帯というのは随分増えてきてますね。そうですね、まあ、序盤はなかなかこのハイプレスをかけれることがなかったんですけど、だんだんにやっぱり良くなってきているので、はい、ハイプレスかける時間帯とブロックの時間帯というのをしっかり使い分けられていると思いますね、はい、林が行きます、ここは引っ掛ける、林と大前の2トップでスタートするのは今シーズンは6試合目です、うん、9月の頭の甲府戦以来となりますこの2トップスタート、うん、ま
2人とももう、もうすぐベテランという域に達してくると思うんですけど、今日はしっかりプレス走ってかけてますね。そうですね、30歳の大前とそして34歳の林、フルス対戦です。白石、小島です。宮坂、白石ヒール、ここは松崎がスライディング。まあそうですね、足の裏は見せてないですね、しっかりアウトサイドでボールに行っているので、はい、まあ、今日群馬の方は先ほどのシーンもそうですけど、小島選手がなかなかフリーでサイドのスペースでボールもらえてないのかなって気はしますね、はい。まあ、水戸の右立ち位置、松崎であったり村田であったり、それから岸田のオーバーラップ、まあ、ちょっとこちらに対応する守備の方で割かれる時間が長いですかね、はい。いいのの膝が当たったでしょうか、木村ですが起き上がりました。うん、左のサイドハーフの白石です。富山から今シーズンやってきました。いいですね、あそこの白石選手のところでボールが取れる、触れるってことは前がしっかり限定しているっていうことなので、方向付けを多分大前選手と林選手でしっかりできているんじゃないでしょうかね、はい。さらに深夜、青木とこういったタレントをベンチに控えている群馬です。ここは大前のプレッシャー。今この群馬いい時間帯ですね。そうですね、かけて ここはボールを丁寧に拭いて、まあ、小島はおそらくロングスローを狙ってきます。186センチの林、それから180を超えている岡村と渡辺の2センターバック、ターゲットになるタレントが何人か前線に上がって、小島のロングスロー伸びてくる、あーっと抜けてきた林だ、ミートしませんでしたが抜けてきました。ああ、これがやっぱロングスローの難しいところですね、ディフェンダーとしては、蹴るのとちょっと軌道が違うので、はい、飛ぶタイミングを間違えると今のようになってしまうので、うん、おダイレクトでつながってピットブル、一足先に足を出しました岡村です。ギリギリの対応でした。ただ落ち着いてましたね。そうですね、まあ、若いセンターバックですけど、はい、まあ、今シーズン全てに出てますよね。そうですね、まあ、確実に成長してるんじゃないでしょうかね。これだけの過密日程は、まあ、坪井さん、本当に選手にとっては酷なスケジュールではありますけれども、ね、裏を返せば若手でずっと出てる選手は本当に成長も早いですね。いや、そう思います、本当に、どん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 この実践で経験を積めるので、はい、そういった意味ではプラスに捉えてもいいのかもしれないですね、うん。裏へ出てきたキーパー松原、いい判断でした。さあ、今度は小島、スルスルっと上がっていきます。小島預けて林、プレスバック戻りました岸田ですが、ここで笛が鳴ります、これはキーパーいい判断でしたね、うん。やっぱり裏のスペースのケアっていうのはディフェンダー陣だけではなくて、はい、キーパーがあそこのエリアをカバーリングできると、うん、よりやっぱりコンパクトな守備っていうのがやりやすくなるので、はい、まあ、今のプレーっていうのは大きいプレーですね。ファーストチョイスはベテランの清水で、まあ、今シーズンはこれが4試合目の松原ではありますけれども、うん、まあ、やっぱり奥野監督もこのゴールキーパーも状態見極めながらというところがあるんでしょうね、まあ、そういう意味ではやっぱり監督がこう今調子のいい選手を見極めるっていうのも監督の本当の、はい、本当に今シーズン力の試しどころっていうか、そういう部分がありますね、はい。大前のキック、ファーサイド、本間パンチング、距離を出しました。ここも迷わず出てきました、本間です。さあ、今度は右からのクロス。うん。これも際どいボールでした。まあ、まずは最初の本間選手のパンチングはさすがですね、はい。あれだけ距離が出せるっていうのは素晴らしいです。
最後はイーノの右からの鋭いクロス、左に流れてまたここはロングスローを伺います小島です。集中を呼びかけるキーパーの本間、ここは出てきました渡辺のヘディング、岡村のヘディングシュートでした。まあ、このロングスロー本当に武器ですね、うん、そうですね、現役の時は本当にロングスロー嫌だったんで投げてこられる方とすれば嫌なんですね。そうなんです、うん、結構あのピンチの時なんかもあのそれを時間を切りたくてボールを出しても、ええ、そこからも投げてくるのっていうのがあるので、はい、うん、戻った田中のここはボールダッシュから、まあ、小島もロングスローを投げますし、岩上も松本時代からそのロングスローで鳴らしました、うん、群馬はこの自分たちの時間帯で一本、坪井さん、いい形でフィニッシュ欲しいですね。そうですね、小島から裏へ白石、チャンス中2枚、左足折り返してきたヘディングシュート、うん、最後は田中のヘッド。いや、今おっしゃったようにいいチャンスでしたけどもね。まあ、ここはやっぱサイドのこの宮坂選手からですね、ワンタッチツータッチでうまくボールを回して、最後ここにいいところに入ってきたんですけどもね、田中選手ですね、少しだけ戻りながらのヘディングになりました、うん、そうですね、まあ、しっかり前に潰れる選手がいて、でそれを見て自分が止まっていい選択だったと思うんですけどもね、はい、住吉はちょっと中盤を飛ばして、ただセカンドボールも群馬が回収します。大前のプレッシャー、岸田縦へ、村田にはつながりません。山田後ろからやり直します。渡辺エリアから出てきて足で処理します。松原浮き玉、もう一度小島へ、タッチライン割っていません。白石オンサイド、中には大前、林ゴール前、うん、ここは杉吉がよく体を寄せました。いや、素晴らしい対応ですね、今のは。これが15試合目の出場、杉吉ジェラニレーション、まあ、白石選手も自分のいい間合いでしっかりドリブルしてるんですけれども、はい、ボールが離れた瞬間ですね、うん、離れた瞬間狙ってしっかり体を入れている、素晴らしい守備ですね。まあ、水戸2人、ここ運動家選手と、うん、住吉選手ですか、はい、非常に対人強いので簡単にはやっぱやらせないですよね、うん、日大藤沢時代は全国大会の経験もあります、うん、国士舘大学からのルーキー住吉です。胸で落として木村へ、木村、カーノが上がっていきます、うん、群馬はこのブロック作るの早いですし、水戸はこうなった時にどういうふうに崩していくかですね、はい、ポイントは、まあ、水戸はあの中央でも両サイドどこでもあのいいコンビネーション、人のローテーション使えるので、まあ、いい距離にいる時にワンタッチツータッチを使えると崩しやすいんじゃないでしょうかね。そうですね、安藤と山田です。ンドカボニフェイスからのロングフィール、ピットブルがセカンドボール拾いに行きます、うん、しっかり動かして今度は群馬、小島からもう一度宮坂、小島、白石サポート、体を上げた岸田に対する小島のファールです。いや、まあここはお互いにあのいい攻防だったと思います、うん、まあ、少し引っ張ってしまったような形に見えたかもしれないですけどね、はい、両チームともに、まあ、群馬の方もボールが動くようになりました、うん、山田です。安藤、こう水
戸の方は隙間隙間に選手が入れているので、そこを早いタイミングで使えるかどうかじゃないですかね。岸田のクロス、村田チャンス、流れたボール松崎、小島のクリアです。クリアのボール、ドカボニフェイス。三戸もこの時間帯はちょっとフィニッシュがありません、左に開いている木村。ピットブルも再三裏を狙っていますけれども、ちょっとなかなか欲しいタイミングでは出てきません。2センターバック住吉とんどか、まあ、ミッドの方はあの焦らずに辛抱強く動かすことじゃないですかね、はい、山田から川野、山田全部が勝負のパスになってしまうとやっぱ群馬の方も狙いやすくなってしまうので、少しこう相手をずらすとか動かすだけの意図のパスがあってもいいのかなって気がしますね、降りてきた。ここは木村へのパス、溜めて木村左足のシュート、ちょっと一人一人がボールを持って考えるシーンも目立っているこの時間帯の水戸ですが、群馬のポジショニングがいいんでしょうか。そうですね、今非常に、まあ、今シュート打たれましたけども、どちらかといえばあそこの位置からもう打つしか選択肢がないような状況にしていたので、はい、まあ、非常に人と人との距離が群馬の方がうまく守れて、いい距離でうまく守れてるかなって気はしますね。水戸のダイレクトでのコンビネーションはこの時間は群馬は比較的封じることができているというような形です。林と岸田、平石が何とか残しますが、スローインは水戸ボール、まあ、水戸の方は人はよく動いているので、まあ、あとはボールのテンポじゃないですかね、はい、左にはスペースがあります。欲しがった村田ですがそこを飛ばして川野へ、川野、山田がスライディング、いいですね山田選手、あの切り替わった瞬間非常に地味だと思うんですけど、ああいうプレーは あそこで一旦切れることでまたしっかりセットできるので、はい、山田選手いいプレーですね。運びます安藤、山田、前半は追加タイムに入りました。アディショナルタイム2分です。山田がここのスペースに顔を出します。ヒールで流して川、戻して木村、村田も絡みます。村田縦、木村、もう一度村田、川野、浮かせて木村、ここは粘り強い群馬の対応、遅らせました。ノカボニフェイスからのクロス、セカンドボール貯めて岸田のシュート、さらに住吉拾います。大前のプレッシャー、キャプテンマークの安藤、安藤貯めて左、川野仕掛ける、2人がかりで対応しました群馬です。コーナーを取った水戸、ナイスカバーでしたね岡村選手。まあ、群馬の方は今本当に耐え時ですね、はい、まあ、いい守備をできているので、ここで一瞬の集中力を切らさないことが大切かなと思いますね。前半の終わり際になってボールを支配している水戸です。まあ、コーと手は違いますけれども、まあ、どちらが辛抱強くできるかじゃないですかね、はい、ゾーンで見ている群馬です。コーナーキック安藤も蹴ります。あーキーパーかぶりましたが逆サイド抜けたボール、ピットブル、サポートの位置には松崎、木村、大前が詰めます。川野、最低限この辺り大前が遅らせています。サイドチェンジ、岸田フリック、ピットブル、
ピットブル、岩上がうまく体を入れました。そしてここで前半終了のホイッスルです。今シーズン2度目の両チームの顔合わせ、北関東ダービーは前半は0-0、ゴールレスで折り返す展開になりました。坪井さん、前半ご覧になってどんなご感想でしょうか。まあ、あのお互いにちょっとあのリズムが入れ替わったかなという時間ですね、はい、最初水戸の方が自分たちのやりたいのサッカー できていたと思うんですけれども、はい、少し群馬 のいい守備から、いいカウンターというのがあって、少しずつ群馬がボールを持てるようになったけれども、また最後水戸が追い返したという、うん、まあ、そういう流れがある面白い展開でしたね。そうですね、前半は結局得点は生まれませんでした。2020J2 リーグ第22節、水戸ホーリーホック対ザスパ草津群馬の一戦ご覧いただいています。前半終了0-0で折り返します。ここで J リーグからのお知らせです。 J リーグ公式アプリクラブ J リーグでリモートチェックインができるようになりました。この後ご紹介します試合スタッツに表示される QR コードを読み取っていただくか、プロモーションコードを入力するとメダルをゲットできます。メダルを集めると限定キャンペーンにも参加できますので、クラブ J リーグをぜひダウンロードしてみてください。経済電機スタジアム水戸よりお送りしています J2 第22節、水戸対群馬の一戦です。前半のスタッツです。シュート数では群馬が1本上回りました。枠内シュートでも群馬の方が倍の4本放っています。ボールの支配率ではホームの水戸が上回るという形になりました。坪井さん、スタッツご覧になっていかがですか。まあ、お互いにあの決定機はあったかなという気はしますね。まあ、ボールの方は圧倒的に水戸の方が持ってましたけれども、はい、まあ、最後の時間帯なんかもあの群馬の方はうまく守れたかなという印象ありますね。はい、水戸のプレイヤーの平均のポジションです。まあ、そうですね、まあ、ピットブル選手がやっぱり中心にいて、はい、その周りをいろいろ選手たちが入れ替わりながらという感じでしたけども、はい、もう少しボールがテンポよく動けばもっともっといいシーンが見れたかなって気はしますね。少しサイドバックを高い位置に張り立たせている水戸です。さあ、一
方の群馬ですが、こちらの平均ポジションはこういう形になっています、おそらくもう少しサイドから、特に小島選手なんかは高い位置を取って攻撃を仕掛けたいのかなという気はしますけども、前半やっぱ少し押し込まれてしまった水戸の右サイドに、少し押し込まれたなって感じしますね、岩上がディフェンス気を使ったポジション、宮坂が時折急所をつくパスを出していました、ボールの支配率ポゼッションは改めて水戸の 61%、 プレイエリアも、群馬陣内が若干高くなっているという形です、基本的にはやっぱり真ん中のエリアでの、切り替えであったり攻防であったりという部分ですよね。そうですね、それから水戸のアタッキングサイド、こちらは数字としては左の方が、少し割合が高いという形になっています、見てた印象は割と右から攻め込んでるかなという気がしたんですけども、岸田がよく絡んでましたよね、ただ左の方も、まんべんなくやっぱり水戸の方は両サイドから、攻めれてたのかなという気がしますね。そうですね、一方の群馬のアタッキングサイドも見ていきます。こちらはかなり左サイドに偏りました、小島選手はそれほど高くは取れていなかったんですけれども、白石選手であったり、あとは岩上選手、宮坂選手から、散らすボールっていうのは左サイドの方に多く出ていたのかなという気がします。大前元気も少し左に流れるシーンも前半は数多く見られました、両チームのシュート数各プレイヤーですけれども、古巣対戦の群馬、林が3本で両チーム通じてトップです。水戸は、オープニングシュートの松崎が2本、木村も惜しいシュートありましたね、お互いに前の選手が打ってるかなという気がしますね、あと大前選手が少しシュートやラストパスっていうのを見たいですね。そうですね、そのパスのランキングですが、最終ライン2センターバックに加えて幅広く顔を出していた山田が、水戸では上位に来ています。そうですね、これは非常にビルドアップの部分で山田選手が絡んで、うまく水戸はボールを運んでいたかなという気はします、どちらのチームも2センターバックと中盤の2センター、ここでボールを動かしながら、ゲームを動かしています、さあそれでは水戸対群馬の前半をハイライトで振り返っていきます。中断明けの第2節以来の両チームの顔合わせとなります北関東ダービー、本間が実に2年3ヶ月の時を経てスタメンのに抜擢されました。前半の6分です。川野から村田へのパス、村田が抜け出してのフィニッシュでしたが、キーパー松原よく対応しました。そうですね、これ川野選手が前を向いた瞬間に村田選手が動き出して、いい形で裏に飛び出したところですけども、最後は松原選手のナイスセーブですね。しっかり止まって最後ボールに反応したいいセーブだったと思います、10分、今度は群馬です。高い位置でボールを取り返して林のフィニッシュ、まずはここの部分ですね、しっかりセンターバックの渡辺がここにプレスをかけて奪ったボールをワンタッチでシュート、ここのエリアでシュートを打てるのも林選手の良さですね。本間もしっかりとここはセーブしました、20分の水戸です。岸田が縦に抜けた村田へのパス、村田は抑えるポジションだったんですが関わるのをやめて、結局岸田がこれを追っていきます。中3枚、そして逆サイドの木村のボール、まずここの岸田選手の、パスだったんですけれども、諦めずに最後までプレーした結果、ここで中3人いい位置に入れてるんで、水戸の選手が間に入れて最後大裏に待っていた木村選手ですね、少しミートはしていたんですけども、コースがちょっと甘かったですね。24分の群馬です。ショートコーナーから宮坂のミドルシュート、ここはフリーでした。これは群馬の一つ狙いかもしれないですね、宮坂選手をフリーにしてあそこからのミドルシュート、彼の能力からすれば十分ゴールを狙える能力があるので。ブレてましたけど本間もよくセーブしましたね。よくセーブしましたね。29分水戸です。木村からの縦パス、抜けた松崎、これも決定機でした。これはもう中央から縦パス2本ですね、相手に当たったところをよく松崎選手は反応したんですけれども、サイドの下がやっぱりキーパー松原選手がよくコースを消してますね、
両チーム前半は 0-0 で折り返しています。さあ両チームのプレイヤーのヒートマップもちょっと比較しておきたいと思います。今日最前線のピットブルと大前元気です。こんな形になりました。あ、両者ともにシュートなかったんですね。そうですね、まあ、ちょっと前線のプレイヤーとしては少しあのシュート打ってほしかったなって気はするんですけれども、はい、まあ、大前選手の方が割とあの左サイド中心に、うん、あのチャンスを作っていたかなって気はしますね、はい、ピットブル選手はおそらくもっと真ん中でプレーをして起点になったりっていうことをしたいのかなって気はするんですけども、はい、そこの部分では少し物足りないんですけれども、まあ、サイドに流れて前を向ければ彼の良さっていうのは出るので、まあ、それは少し左サイドで出てるのかなって気はします。そうですね、後半は両者のフィニッシュそれから得点に期待したい前半でした。 J2 第22節水戸対群馬の北関東ダービーご覧いただいています。前半は0対0で折り返しています。この後後半戦をお楽しみいただきます。経前期スタジアム水戸よりお送りしています J2 リーグ第22節水戸ホーリーホック対ザスパ草津群馬の北関東ダービーの一戦です。前半は0対0で折り返しています。この後後半戦がスタートします。セカンドハーフもゲームの解説は元日本代表ディフェンダー坪井圭介さんです。坪井さん、後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ダービーの歴史を一番知る男と共に勝とうと、今日は2018年の6月以来の出場になります本間浩二がゴールを守っている水戸ホーリーホックです。まあ、秋葉監督の粋な起用ということも言えましょうか。そうですね。まあ、前半本当に本間選手自身も楽しんでいたように見えますし、そうですね、安定したプレーっていうのを見せてくれてましたね。はい、新が準備をしています。それから水戸の方も奥田がスタンバイをしています。どうやら後半の頭からメンバー交代がありそうです。まあ、大変レギュラー争いも激しくなっている両チームですけれども、とりわけ水戸のプレイヤーはサイドバックや中盤の選手、出番をもらったときはこれは非常にスタメンのチャンスをもらったときは
活躍したいという思いが非常にプレーからも伝わってきます。す、ね、白石に代わって新が入ります。水戸の方は村田に代わって奥田、それから松崎に代わって富山が入るという形、秋葉監督の方は後半の頭から2枚替えです。富山選手がどこに入るかですね。そうですね、まあ、群馬新選手はおそらくそのままかなって気はしますけどね。そうですね、失礼、富山ではなくて松崎に代わって森が投入されるという水戸ホーリーホックです。森選手ですね。村田に代わって奥田、そして松崎に代わって森が投入されました。はい、ご覧の通りの森です。松崎は前半のみのプレーとなりました。まあ、トップと右サイドのポジションを頻繁に交換しながらプレーをしていた村田と松崎、前半のみのプレーとなりました。森と奥田が入っている後半です。セカンドハーフがスタートしました。左から右に攻めていきます。アウェーの群馬ボールのキックオフでスタートしています。右エンド水戸ホーリーホックです。前線にはピットブル1枚です。そこに奥田がいますが、木村が右サイド、それから森が左サイドに入っています。水戸です。そうですね、はい、まあ、この辺は試合中でもよくポジションチェンジもしますし、うん、はい、誰がどこに入ってもあの同じクオリティでできるんでしょうね。そうですね、群馬の方は白石がやっていた左サイドにそのまま芯が入っています。伊藤はトップにピットブルで、トップ下っぽいところに奥田がいて、中盤右に木村がコンバート、左に森が入っています。ディフェンスライン、それから中盤の2センター、両チームもちろん後半の頭変わらずです。キーパーに下げて松原、ここはロングフィード、裏を狙う芯です。胸コントロール岸田、さらって大前、スライディング住吉、スローインは群馬ボールです。ちょっと危ないスライディングじゃないかというふうに笑顔でアピールをしていました大前です。そうですね、少し足の裏が見えたのかもしれないですね。前半はフィニッシュ、シュートゼロに終わりました大前元気。ただこのままでは終わらないでしょうしね。そうですね、まあ本当に彼は常にゴールを狙っていると思いますし、はい、もういいボールが入ってきたら確実にゴールネットを揺らす力あるので。そうですね、ここも山田が狙っていました。ちょっと勢いよく岩上の足後ろから入ってしまいました。山田のファール、ちょっとボールが緩くなったところ取れると思ったんでしょうけどね、まあ、ボランチとしてはあそこどうしてもあの自由にやらせてくれないところなんですけれども、まあ、うまく岩上選手がボール、あの体を入れ替えたところに足が入ってしまいましたね。はい、まあ、水戸の方も財政上、まあ、J1 のクラブあるいは他のクラブから若くて有能なタレントを、まあ、期限付きで獲得して、はい、そして、まあ、チーム全体でハードワークをして、うん、まあ、その選手の、まあ、持ち味能力を引き出すというようなマネジメントをしていますが、山田も今シーズンその一人ですね。そうですね、まあ、本当にもともとボールをさばいたり、そういったことは上手い選手でしたけれども、そうですね、まあ、水戸に来て非常にハードワークできるようになってるんじゃないですかね。はい、まあ、現状大宮なんかにもそういったタレントが何人もいますけれども、うん、水戸で経験を積んでまた元々の、まあ、育成時代を過ごしたクラブでトップチームで活躍をするという例が近年は本当に増えています。まあ、水戸の方は今日はベンチには FC 東京から期限付きで獲得いたしました鈴木義武も早速メンバー入りで入っているという形です。9月の23日に水戸に期限付きでやってきました。まあ、選手にしてもいい経験だと思いますし、うん、はい、チームとしてもそういう選手が活躍して結果を出してくれればチームのためになるので、うん、まあ、お互いにいい効果じゃないですかね。そうですね、後半の頭から投入されました奥田です。この人は J3 の YSCC 横浜でキャリアを積んできました。まあ、起点になるポストプレーもできますけども、うん、やっぱり前を向いた時の裏の飛び出しとかがやっぱりいいタイミングで飛び出しますね。そうですね、奥田選手は。その奥田、P
ピットブルのパスはここは渡辺が読んでいました。前を向いて田中、中に入って大前ワンタッチ林へ、田中チャンス、田中切り返す、もう一度セカンド拾って後ろから宮坂のミドルシュート、ちょっとリフレクションがあって若干コース変わりましたが本間落ち着いていました。いや宮坂選手いいシュートでしたけれども、本間選手落ち着いてましたね、おそらくこれ選手多くいたので見にくかったと思うんですよ。そうですよね。さあ今度は森から右にコンバートしました木村です。岸田が上がっていきます。岸田からスペース流れた奥田、奥田のクロスマイナス、流れていって森、ピットブル、ピットブルもまずはフィニッシュ、シュートを1本打ちたいところ。なかなかピットブルが生きるスペースが前半は見出せませんでしたね。そうですね、まあ、タイトに疲れてましたし、前を向くシーンっていうのはやっぱあまりなかったので。そうですね、はい、やっぱりスペースがあって走れる、形になると行きますね。そうですね、まあ、だもしかしたらサイドに一度張ってスペースを見つけるっていうのもいいかもしれないですね、山田ここは華麗にターンをして一旦預けます。森がワンタッチ、川野センター預けて安藤、木村を経由して右、岸田から中を伺います。岸田、奥田がスペースに流れますが木村とのコンビネーション預けて奥田、ボックス内3枚入っています水戸です。やり直し、住吉、フィールドプレイヤー全員が群馬陣内です。木村が失わずにもう一度宇田川ボニフェイスへ、バックステップを踏んだ川野、スペースに走り込んでいきます森ですが使わず中ピットブル、森いい展開チャンス、中4枚森切り返してもう一度切り返す、クロス上げ切った、ヘディング、先制水戸ホーリーホック。後半の立ち上がり52分最後は詰めたピットブル、いやいい展開でしたね、まあ、ここの森選手の切り返しからドリブルの何度も切り返して、でこの速いクロスですね、はい、でそこにしっかり入っていったピットブル選手、ここの局面も非常に良かったんですけれども、まあ、飛び込んだピットブル選手も非常に、この両選手非常に素晴らしいんですけれども、その前にやっぱりタクのポジションチェンジがあったので森選手が外に落ちてそこにピットブル選手が降りてきて、はい、まあ、その縦のポジションチェンジをやったことによって生まれたスペースをうまく使って最後森選手が1対1できたというシーンだったと思うので、はい、まあ、何人も絡んだボールを触らなくてもスペースランニングをした選手が絡んだいいゴールだったと思います、はい、まあ、交代投入の森も絶対にクロスを上げ切ってやるぞという気持ちが伝わってきましたね、幾度となく切り返しを交えながら最後はクロスを上げ切りました、詰めたピットブル、まあ、あれだし切り返しされるとディフェンダーもやっぱ、さあ今度は左から入ってきたチャンス、マイナス、フィナジェンシー、大前の最初のフィニッシュですが枠を捉えられませんでした。今度は追いかける展開になった群馬がすぐに決定機、まあ、ここもシンプルなやっぱサイド この小島選手がやっぱあそこまで上がれるといいシーンを作り出せますね、はい、大前選手は少し手前でバウンドした分難しかったかもしれないですね、はい、まあ、あそこにポジションを取るということはやっぱりゴールへの嗅覚というのを感じますね、また抑えて打ちたかったんだろうなという、まあ、本人としては納得いってない感じですね。ファーストハーフはシュートゼロに終わったこの大前と、それから先ほど得点したピットブル、後半の立ち上がりにそれぞれ決定機を迎えました、ピットブルは見事に結果に結びつけました。そうですね、あれだけちょっと持ち味を出させてもらえない時間課題が長いとストライカーはちょっと集中力切らしてしまう、そんなケースもありますけれども、あそこはワンチャンスよく生かしましたね、よく入ってきましたね、多分簡単なボールじゃなかったと思うんですけどね、はい、4対2で勝ちました19節の山口戦以来3試合ぶり今シーズン6ゴール目のピットブルです。その前にスタメン起用されましたもう一つの北関東ダービー栃木戦、9月の頭のゲームでもスタメン起用に応えて得点をしています。まあ、水戸からしてみれば中山山口
この2人をベンチからも外して、うん、そしてストライカーがノーゴールに終わるっていうのはちょっとチームとしても嫌なもんですもんね、うん、そういう意味でやっぱりしっかり期待に応えましたね、うん、そうですね、まあ、やっぱりこう前線の選手はこう得点で期待に応えるってことで、まあ、やっぱさらにメンタルも充実しますし、はい、あのチームとしてもやっぱ前が点を取るっていうのはいいことだと思うので、それにしても連戦を戦っている中で思い切った選手起用をしました秋葉監督です。さあ今度は追いかける展開の群馬、田中に対する川野のファール、あ、イエローカードを準備しています。ちょっとまあ後ろから厳しく当たってしまったかなっていう感じですかね。鶴岡出身川野にイエローカードを提示しました。川野は今シーズン初めてのイエローカードになります。両チーム通じて最初のカードが出ました、うん、ちょっと遅れていったっていう感じですね。そうですね、ここも今日は前島がメンバー外になっていますが、富山がベンチに入っていてと、左のサイドバック、このサイドバックのレギュラー数も大変、厳しいものになっています水戸です。いいですからチームの中で競争原理が働いてますね。そうですね、まあ、それぞれがそれぞれの良さをこう出して、うん、で調子が良ければ試合に使ってもらえるっていう、はい、現状の三笘のようなチームにとってはこの過密日程というのは結構プラスに働く面もあるかもしれません、うん、さあ今度は群馬大前のフリーキック、本間パンチング、逆サイド流れたボール、小島戻して芯からもう一度小島のクロス、逆サイドヘディング、うん、ゴールキックの判定です。最後は入ってきました渡辺、小島選手がこのポジションでボール触れるようになってきましたね、うん、もうここは渡辺選手、あのフォアのヘディングは僕も山口時代に一緒にプレーしているので、うん、あの得意なヘディングなので、はいはい、あの枠捉えられなかったのが残念ですけどね。仙台や山形、そして山口で活躍をして、昨シーズンは群馬で期限付きでプレーをしていましたが、今シーズンは完全移籍に切り替えました。33歳のベテランの渡辺です。失点するまではピットブルをうまい読みとポジショニングで消していたんですけども ね、うん、そうですね、まあ、ちょっと失点シーンはピットブル選手があのマイナスから入ってきているので、やっぱつききれなかったかもしれないですね、はい、しかしまだ点差は1点です。先行したホームの水戸、ボールを動かします。安藤、ンドカボニフェイス、右は岸田です。スペースに流れる奥田、ニヤニヤ森が入っていきます。タッチを割っていました、スローイン群馬ボールです。まあ、水戸らしいポジションチェンジをして、はい、そこに空いたスペースにまた入ってきてっていう、うん、いいですね。でサイドのここではしっかり1対1を仕掛ける、はい、まあ、ディフェンダーとしてはやっぱつきにくいですよね、うん、はい、入れ替わり立ち替わり人が変わりますし、で一人一人が非常にここで仕掛けられる選手なので、まあ、先ほどは得点に向けてクロスを上げ切った森でしたけれども、先ほどはあの左サイドから中に精力的にフリーランニングも見せていました、ね、うん、ここはその森のチェック、うん、宮坂、山田がついていきます。宮坂、田中、もう一度宮坂です。宮坂左足で裏へ、うん、ここは水戸がうまく守りましたね。まあ、群馬の方は小島選手が前半よりも少し高い位置ポジション取りを取っているように見えるので、はい、まあ、実際にボールも触ってますし、そこをうまく使えるといい攻撃になるかなという気がしますね。実際にもクロスを上げたのが2回、はい、いい後半の時間帯にあります。山田囲まれながら、ここは川野も使って、森です。ピットブルはサイドに一旦流れていますが、スローインはミトボール、ピットブル選手あそこに下がってきて前向かれたら嫌ですね、はい、本当に。あとここはイーノのファールです。逆にサイドから裏のスペースであったり、ちょっとゴールまで距離があって斜めに走り込んでいく方が相手からすると嫌かもしれないですね。そうですね、もうスピードに乗った状態で、まあ、
ピットブル選手に来られると相当な推進力と迫力があるので、はい、中でのポストプレーというよりは、まあ、そういったプレー、まあ、引き出すと、うん、より相手にとっては怖い存在かもしれません、うん、間で受けて山田、ピットブル、山田がもう一度取り返します、うん、木村へ預けて岸田が上がりましたが、ここでその岸田、奥田、ホームの水戸サポーターからは手拍子です。1点を先行した水戸はここでさらにこのパスもテンポアップしていきたい時間帯です。うんうん、狭いところでここはつなぎます。うん、ここでダイレクトを交えてきました、うん、まあ、引っかかってしまいましたけどもね、はい、まあそこで一つダイレクトが入ると相手を崩しやすくなるのでいいプレーですね、まあ、毎年のようにメンバーが入れ替わる水戸で、しかも今シーズンは不規則なスケジュールにはなっていますけれども、まあ、ここまでの距離感ですとかパスワークっていうのを築き上げるっていうのは秋葉監督も見事ですね。そうですね、さあ右から今度はイーノです。今シーズン初スタメン、イーノ仕掛ける、イーノのクロス、住吉のクリア、国士舘大学の先輩後輩です。さあもう一度イーノクロス、森にワンタッチあってコーナーキックに変わります。まあ、群馬の方はちょっと両サイドが積極的に前半よりもなってきたかなって気がしますね、はい、後半の15分を経過しました。水戸は52分にピットブルのヘディング1点を先行しています。やっぱサイドが高い位置取れれば必然的に相手を引き連れて相手を下げることができるので、はい、まあ、位置的に有利に立つのも大事ですね、うん、大前のコーナーキック、マイボー、マイボー、ゴールラインを割っていました。もう一度コーナーキックに変わります。飛び込んでいった林良平、精度の高いセットプレーリスタートを見せます。相前元気、アウトスイングのボール、足を動かしてとよく声が飛んでいます。水戸の選手たちです。ベテランの本間からよく声が飛んでいます。低いボール、セカンド左足、うんうん、最後はイーノの左足。まあ、水戸もやっぱり横のボールは強いですね。そうですね、この部分は、まあ、ただしっかりクリアしたボールに対して反応して、まあ、よく言えば枠に飛ばしたかったとは思うんですけどもね、はい、まあ、非常に本間選手からいいコーチングが出てるんじゃないでしょうかね。さあここも大前収めます。宮坂、林、落として、これが合いません。森からワンタッチ、ピットブル狙っていました。岡村、田中、岡村そのまま上がっていく。その岡村へ中3枚、岡村のクロス、逆サイド左足、うん、いや最後足を伸ばした大前、うん、いや岡村選手いいプレーですね、まあ、しっかりここでしっかり前でカットしてそのまま、まあ、チャンスとなったら思い切って出てくる、うん、でしっかりここ攻撃的な部分じゃなくて、イーノ選手が岡村選手が上がっていったスペースもフォローしてカバーしているので、はい、チームとしていいプレーだったと思います。逆サイド大きなスペースがあります。岸田にまず預けました。安藤、森が受けに来ます。飛ばして今度は左の川野を狙う。戻った田中、岩上から今度は小島。後半はオーバーラップの回数が増えてきました。岩上、
まあ、お互いにさすがにここ連戦なので、うん、やっぱり後半になると少しずつルーズになる部分がどうしても出てきてしまうと思うので、そうですね、まあ、そこの隙を両チームともにうまくつけるとチャンスが生まれるかなという気がしますね、はい、スペースへチャンスマイナス大前だ、決定機でした群馬、大前のフィニッシャーわずかに枠の左、今もうここ一瞬の隙ですね、ここどっちがつくのかはっきりしないところに飛び出して最後は大前選手ですね、小島から新、うん、そして大前、まあ、新選手の飛び出した位置が非常に良かったですね、さあそして群馬の方は青木翔太が準備をしています、入っていいですよ、交代ボードは林ですね、林に代わって青木が入ります、水戸の方は後半の頭に森それから奥田を投入しましたけれども、群馬の方は後半の頭白石に変えて新、そして今林に代わって青木が投入されました、古巣対戦の林は今日はどうだったでしょうか、まあ、あのシュート自体はそんなに多くなかったかもしれないんですけども、ええ、あの前半特に前半なんかはあの積極的に大ファーストディフェンダーとして、はい、あの方向付けも守備の大一歩目にして方向付けもできてましたし、まあ、後半は中でターゲットになることもあったので、ええ、まあ、本人としてはやっぱりゴールという結果を出せなかったという部分は、うん、少し満足してないかもしれないですけども、はい、あの全体的にはいいプレーをしていたと思います、キーパーの本間がちょっと今治療を受けていました、うん、大丈夫ですね、右足でしたかね、少し治療を受けていましたが、はい、これが575試合目の J2 リーグ出場になります、まあ、ここまで非常にいいプレー見せているので、ええ、頑張ってほしいですね、そうですね、その本間からのキック、田中見送ってスローインに変えます、抜けた奥田、奥田が行く、岡村が押し出します、最後はゴールキック、お互いに攻防でしたね、今のはこの岡村もそれから、まあ、水戸の方のドカボニフェイスも非常に今シーズンは出番をもらって成長を見せています、そうですね、まあ、1対1のこういう強さだけではなくて、やっぱりラインコントロールであったり周りとのコミュニケーションであったりっていう部分非常に伸びてるんじゃないでしょうかね、はい、うん、宮坂からのパスがちょっと流れました、簡単には失いません、木村です、素早いスローインから岸田を走らせます、中2枚岸田転がした、ピットブル、2点目、ピットブル今日2ゴール、ここも一瞬の隙を逃しませんでした、いや結果出しましたね、まあ、スローインからなんですけども、まあ、ここ一瞬の隙をついてましたね、もう本当に最後突ききれなかったので、はい、あそこまで深くまでえぐられてしまうとディフェンダーはどうしてもボールウォッチャーになって中が見にくくなってしまうので、はい、まあ、それをうまく利用したピットブル選手のポジション取りですね、であとはもうここはしっかりボールもう当てて面を作ってしっかりボール当ててるので素晴らしいゴールですね、クロスも結構早かったので、うん、あれも簡単ではないですよ ね、 そうですね、まあ、まずはやっぱあそこのポジション取りが一つ素晴らしかったと思います、はい、そしてちょうど今のプレーを最後に後半も飲水タイムに入りました、群馬としてはなんとか1点で踏ん張りたかったところなんですが、うん、2失点目を喫しました、ちょっとした隙でしたね、そうですね、うん、まあ、後半になって少し 4-4 のブロックが人の位置が少し乱れていった部分があるので、はい、まあ、そういった部分も含めてちょっと一瞬の隙を突かれてしまいましたね、はい、ピットブル今日ここまで2ゴール、これが52分の先制のシーン、交代投入の森がクロスを上げ切りました、
でもね、簡単ではないですよね。低い鋭いボールに対してしっかり飛び込んでいるので、前半はややもすると消されていたピットブルなんですが、そうですね、そして先ほどの追加点のシーン、まあ、両得点ともクロスに対して一方は飛び込んでいって、はい、一方は少し待っていて、うん、人の位置やタイミングによってしっかり判断しているので、素晴らしいゴールだと思います、はい、群馬も前半はよく見ていたんですけれども、ちょっと失点シーンはピットブルをフリーにしてしまいました、うん、来日後初の1試合2ゴールです。やはり自由にすると得点する能力がやっぱしっかりあるということですね、うん、はい、右からイーノのクロス、中に入った真のヘッドはちょっと力が加わりませんでした、うん、さあ70分です。早い時間に1点を返したい群馬、入った青木が精力的にチェイシングをしますが、ここはいなして左に展開、森へ、その前にピットブル、森、田中のディフェンスです。川野からンドカボニフェイス、右は岸田、先ほどは2点目をアシストしました、取り返したシン、もう一度シンが左サイド抜けていきます、中3枚、シンのクロス、ニアレ、青木、シンのフィニッシュ、うん、セカンドブロック、セカンドボール、小島、青木です。ゴール前には大前と田中、ちょっと高さはありませんが、左足、小島のクロス、大前だ、うん、セカンド拾います、いいの、ピットブル、岡村は落ち着いて預けます、岩上から裏へ引き出した青木、その前で住吉、まあ、群馬としてはこのサイド攻撃をやっぱり徹底してやるべきじゃないですかね、そうですね、まだ、はい、どちらもスタイルとしては、まあ、取り負け群馬の方は、まあ、ボールを自分たちで動かしながらサイドからのクロス、うん、まあ、ここが一つの自分たちの形です。小島も後半は高い位置が取れています、左のサイドバック、そして右はいいの、宮坂、動き出している大前ですが、サイドチェンジ、小島です、小島預けて田中、右、今度はイーノ、イーノ仕掛ける、中4枚ついていった川野です。イーノ選手のドリブルもいいドリブルでしたし、まあ、ついてた川野選手しっかりついてましたね、最後の最後のところでボールにアタックできているので、はい、まあ、群馬はこうやってサイド揺さぶりながらクロスもしくは空いてきた揺さぶると間がどうしても空いてくるので、そこをうまくつけるとチャンスになるかなという気がしますね、はい、大前のコーナー、アウトスイング、ヘディング、最後合わせました、青木、さあそして水戸は富山がスタンバイをしています、しっかり当たってますけどね、まあ、まず大前選手から素晴らしいボールがもう入ってくるので、はい、そしてここで木村に代わって富山が入ります。木村の今日のプレーの印象も聞かせていただけますか。まあ、随所でポジションチェンジっていうんですかね、まあ、自分が積極的にポジションを変えるというよりかは誰かが動き出した空いたスペースにうまく入っていったりとか、で自分がわざと開けてそこに誰かを入れたりとかって、そういう非常に頭脳的なプレーっていうのは光ったんじゃないですかね、はい、その木村に代わってこれが6試合ぶりのメンバー入り、そして出場になります富山です。9月2日、9月の頭の16節徳島戦でちょっと怪我をしてしまって、そこからはメンバー外が続いていました。ピットブル、セカンドボール拾います、森、森の右足クロス、セカンドボール山田が拾う、安藤、なんとかマイボールつないで住吉、縦パス富山、うん、
いいですね、はい、住吉選手のあそこの前につける縦パスは前半からいいですね。まあ、体勢的にはあの、まあ、整体はしてないんですけどよく見てます ね、 そうですね、あの辺りを、はい。まあ、チームとしてもしかしてあそこを狙っていこうという戦術の一つなのかもしれないですけども、はい、まあ、あの前半も言ったようにあそこにパスをつけるというのは非常にディフェンダーとしては勇気のいることなので、まあ、でもそれをすることによって相手がそこに密集したり、はい、することによってあのギャップが生まれたりしてくるので、うん、より水戸のパスワークというのが生きてくるんじゃないでしょうかね、はい。山田裏に流れた富山チャンス、うっとオフサイドの旗が上がっています。そうですね、少し出たかもしれないですね、まあ、タイミング的には山田選手が一旦溜めたいいタイミングだったんですけどもね、ちょっと出てましたかね、はい、面白いタイミングだったんですけどね。さあそして群馬ここでメンバー交代です。右サイドバックで今シーズン初スタメンの飯野に代わって高瀬が入ります。そうですね、じゃあ小島選手がですね、うん、そうですね、はい、変わってますね。高瀬優子が左サイドバックに入って小島が右のサイドバックにコンバートしました。非常に推進力ありますからね、そうですね、よりこのサイドバックの攻撃への参加、うん、まあ、ここを促していこうという群馬の交代カードです、うん、青木と大前からプレッシャーをかけます。さらに新も行きます。新取り返す、預けて宮坂裏へ、大前、大前拾って青木、大前へ、田中が行きます。一人群馬は選手が倒れていますが掴んでしまった、これ田中のファール、イエローカードですかね。そうですね、まあ、やっぱちょっと必要以上過剰に掴んでしまいましたかね、はい、田中は今シーズン最初のカードです。うん、うん、そうですね、森をちょっと引っ張り続けてしまいました、うん。で群馬の方は左サイド水戸陣内で1人選手が倒れていましたが芯ですね、起き上がりました、うん、そして水戸もこのタイミングで深堀が準備をしています。あ、足がつっています。今日2ゴールのピットブル、そのピットブルに代わって深堀が投入されるようです、うん、岩上に足を伸ばしてもらっていますが、 そのピットブルに代わってもうすでに深堀が投入の準備スタンバイをしています。改めて今日注目、そして2ゴールと後半結果を出しましたピットブルのプレーにも一言いただけますか。まあ、あの本当に2得点素晴らしかったと思います、はい、前半やっぱ思ったように自分の思ったようにボールをもらえてなかったと思うんですけども、まあ、後半より積極的に左右に動いたり裏に飛び出したりすることによって、はい、まあ、最終的に、センタリングに対して自分の、うん、ワーキングスペースっていうんですかね、はい、仕事するスペースを作り出せたので、特に後半非常に良かったと思います。そうですね、深堀は8月の12日以来の出場になります。京都サンガとのアウェーゲームでした、2対2のドローのゲーム以来今シーズン5試合目の出場となります。名古屋グランパスからの期限付き移籍でやってきた22歳の深堀です。うん、ここは入れ替わって小島カット、さあ小島右から田中、中は青木と大前、逆サイドから新、田中カットイン切り返す、田中預けて岩上からもう一度田中です。さあ今度は水戸、深堀が一旦預けて奥田、右から岸田です。水戸はこういうふうにスペースが多くできてくると勢い持って次から次へと出てくるので、うん、ここもくさびのパスを通しました、うん、もう一度リターンを受けて奥田です。さあリズムが出てきました、ゆっくりゴール前には深堀、スローインは群馬ボールですちょうど水戸のサポーターの目の前でしたが、うん、ちょっとサポーターが不服そうな声を上げました、うん、間を取って安藤、
大きくサイドを変えます。左のスペースにボールを配球しました。水戸はリズム出てきましたね。はい、2点のリード、余裕があります水戸です。安藤、中に絞って富山、右に岸田のスペースを作りました。そしてもう一度スペースに顔を出した富山、ここは取り返しました、山田がいい読みを見せました。今岡村選手いいカットから出てたんですけれどもね、少し群馬の方が 4-4 のブロックの間に入ってくる選手は前にいる選手に対してボールにプレッシャーいけてなくなってきているので、水戸の選手が自由にボールを動かし始めているので、今みたいに岡村選手みたいに積極的にボールにアタックに行くのが必要になってくるかもしれないですね、はい、田中へのパスはちょっと流れました。水戸の方はしっかりボールを動かす、で群馬の方は水戸がボールを非常に今動かし始めているので、今みたいにどこかで引っ掛けた後ですね、鋭いカウンター見せれるといいチャンス作れそうですけどね。そうですね、ここは長いサイドチェンジのパスが通りました。高瀬からのクロス、来た、1点返しました群馬。途中投入の青木がうまく合わせました。素晴らしいですね、お互いに途中投入の、まずこのサイドチェンジですね、大きく後半になってこの左サイドがよく空いてきているので、そこから質の高いクロスからワンタッチですね。ここやっぱ青木選手がサイドバックとセンターバックの間に入ってきているので、一番突きにくい難しいところによく入ってしっかり最後合わせましたね、はい、昨シーズンは10ゴールで J2 復帰の立役者の一人になりました青木ですけれども、今シーズンはこれが出場13試合目で初ゴールになりました。さあこれで1点差になりました。途中投入の2人が持ち味を出した群馬の追撃の1点です。水戸ボールになります。鎖を受けに来ました森にちょっと後ろから強く行きました。そうですね、ここというところは小島がちょっと厳しく行きました、はい、ちょっとまだ痛がっている森です。そうですね、少し、ただそんなに悪意のあるプレーではないですし、お互いにボールに強くいった結果ですね、はい、さあしかしこれで坪井さん、群馬の方もずいぶん勢い出てきますね。そうですね、これもマイボールのスローインにしました群馬です、群馬としてはもうこれ以上の失点はしたくないので、もう一度しっかりとしたブロック作ることと、はい、あと人に対してやっぱプレッシャーしっかりいくことですね、はい、芯がいきます、出てきたキーパーの本間、群馬狙ってるところ悪くないですね、はい、少し自分たちの左サイドを高く取れているので、深堀を狙ったパスでしたけれども、ちょっとここはつながりませんでした。ただセカンドボールをまた取って水戸、後ろから動かします。住吉とウンドカボニフェイス、追撃弾の青木のチェイシング、田中も詰めますが間を通して山田、岸田へ、富山が動き出します。ここは使わずに安藤、奥田も間に顔を出していましたが、ここは最終ラインからやり直します。深堀が裏を狙っていますが、ここもボールは出てきません。山田、少し群馬が押し返している感じしますね、裏へ深堀を走らせるチャンス、深堀落ち出してフィニッシュ。最後は中、富山も詰めていました。水戸の決定機、ミトいい攻めでしたね、少し群馬がプレッシャーをかけてきて前がかりになっていたので、はい、そこの裏にスペースランニングしたところにいいタイミングでボールが出ましたね、
最後はシュートだと思うんですけどね。どうですかね、はい、久しぶりの出場になりました深堀のフィニッシュ。まあ、前半同様ちょっと水戸のテンポのいいパスを群馬がその立ち位置で消している時間帯がありました。その群馬のプレッシャーを逆手に取ったいい攻撃でしたね、はい、川野が行きます。田中のファール、まあ、ディフェンスラインとしてはもちろんハイラインするのはコンパクトにしていいことなんですけども、はい、ボール保持者 の目線であったりボール保持者のボール持ってる位置ですね、位置とか向きですね、はい、を見て上げ下げをしなきゃいけないので、まあ、非常に大変だと思うんですけどもね。山田からズバッと縦パス奥田、安藤ワンタッチで左森へ、タッチを割っていました。アシスタントレフェリーの旗が上がっています。うん、深堀がここがファーストディフェンダーとして行きました。スイッチして大前へサイドチェンジを狙います。高瀬左足クロス精度があります。スペースに流して芯追い越す。高瀬芯のクロス中3枚キーパー本間パンチング。本間と大前の接触がありました。いや本間選手ここも勇気持って出ましたね、そうですね。まあ、今のチームも前半同様、はい、やはり味方もいる難しい状況だったと思うんですけども、はい、まあ、自分が触れると思った積極的にしっかり出ていきましたね。そして群馬の方はここでまた2枚交代カードを切ります。船津と岩瀬が投入されました。渡辺が下がっています。それから宮坂もベンチに退きました。これで5枚の交代枠を使い切りましたザスパ草津群馬です。おそらくそのまま船津が最終ラインそれから中盤のセンターに、まあ、岩瀬が入るという形になりそうです。まあ、両ポジションとも少し、うん、若い選手がまた入って、はい、まあ、船津選手はもうベテランになりますけど、まあ、動ける選手がまた入ったという感じですね、はい、さあ後半も時間が少なくなってきました、うん、水戸がピットブルの2ゴールで2点を先行して群馬はこの青木の得点で1点差に追い上げています。まあ、時間を考えるともうお互いにもちろんやりたいサッカーやるつなぐサッカーいろいろあると思うんですけども、まあ、どれだけあとプレスやズレや走れるかという部分は守備も攻撃も大事になるんじゃないですかね、はい、今日は中盤のセンターでプレーをしている岩上です。まあ、右のサイドバックとしても今シーズンはまあ定位置を確保してきましたが今日は中盤の中です。そうですね、もともとボランチもやっていた選手なので、はい、まあ、今日も攻守にわたって非常に積極的にやってますね。湘南や大宮、松本などで豊富な経験があります、うん、さあ群馬左サイド高瀬のクロス低いボール抜けてきた。大前がダイレクトで合わせてコーナーキックをつかみました。群馬高瀬選手が入ったことによって早い段階で周りクロスが入ってくるので、そうですね、はい、また小島選手とは違う良さでいい攻撃ですね、はい、船塚か岡村かあるいは青木も高さがあります。低いボールニアサイド、うん、岩上浮かせて、うん、オフサイドポジションを意識した青木はこれはちょっと反応できませんでした。さあもう一度拾って芯キーパーの松原まで戻します。
ここで水戸はラインを上げます、取り返した深織、深織フィニッシュだ、ゴール。最後は奥田が取り返して決めました。水戸3点目。フォアチェックから奥田、キーパーの松原から取り返して無人のゴールへ。まあ、よく追いましたね、前線が。まあ、自ら追って自ら取って自ら決めたんですね。まあ、ここの今のシーン、奥田選手非常によく追ったんですけれども、はい、全体的にディフェンスラインも非常によく上げて、相手フォワードを置き去りにしてたので、まあ、チームとしてまだ行くんだというこの推進力がありましたね。はい、精力的なチェイシングが実を結びました。途中投入の奥田です。まあ、途中から入ったこういう選手がしっかり走ってチェイシングして、しっかりボールを奪って結果を出すという部分で、はい、まあ、これがやっぱり秋葉監督がやっぱり選手を変えても信頼できる証じゃないですかね。はい、そして水戸、ここで5枚目の交代カード、新加入 FC 東京からの新戦力鈴木義武入ります。代わって山田がピッチを退けます。脱出した感じですね。そうですね、山田選手は本当に攻守にわたって、まあ、特にまあ攻撃の部分 もそうなんですけども、はい、今日は本当に地味な部分というんですか、うん、潰すことであったり、はい、切り替えのところであったりという部分で非常にいい仕事をしたんじゃないですかね。そうですね。アディショナルタイムに入りました。追加5分の表示です。水戸が再び2点差にリードを広げて、そして新戦力の FC 東京からの期限付き移籍のプレーヤー鈴木のこの水戸でのデビュー戦にもなりました。楽しみですね。そうですね、まあ、左足でどういうふうにゲームをコントロールしてくるのか、はい、まあ、時間は少ないですけども楽しみですね。183センチとサイズのあるレフティーです。中盤のセンターに入っています。まあ、群馬としてはやはりダービーなので最後まで点取るためにまだ行ってはるとどうなるかわからないと思うので。そうですね、はい、ここまではホームアウェーともに今シーズンは3対1というスコアで水戸がリード。芯が中に入っていく田中、さあ切り返してここは前線走らせます。今度は深堀が詰める。急ぎたい群馬です。もう岡村も上げていますが、大前の前、落ち着いてここはキーパー本前、今ディフェンスライン住吉選手ですけども、はい、いい対応しましたね。出し手がフリーな状況だったら、しっかりやっぱり後ろにラインをそこまで上げたんですけれども、はい、しっかり下がって裏のケアをしていたので。本間からのパントキック、デビュー戦の鈴木が最初にボールを触れました。大前から左、高瀬、高瀬転がして芯、もう一度高瀬、また抜きでさらに中へ侵入しようとしましたが取り返しました。引いた富山、そして水戸はラインを上げます。まあ、水戸はこのラインを上げるという作業は非常に地味なんですけど、大事だと思うので。船津からのパスカットして鈴木です。慌てません。奥田下げます。鈴木今度は右足でダイレクト、ダイレクトプレーを交えながらテンポを上げました鈴木です。FC 東京の育成出身の期待のタレントなんですけれども、ちょっと怪我が大きなものが2つほどありまして、2年ほどゲームからは遠ざかっているという状況です。これからやっぱゲームの経験を積むと楽しみですね。そうですね。大前を走らせる、出てきた本間、ヘディングでの処理、後ろから高瀬、
高瀬のクロス、青木の頭の上、宮坂行きます、入れ替わった森、奥田からのパス、深堀、鈴木が中フリーで上がっていきましたが、最終的には群馬ボールのスローインです。最後の時間帯、水戸の方はディフェンスライン集中してますね。そうですね、岸田がちょっと足痛いましたかね、うん、富山が右のサイドバックに下がって後ろケアしています。そして中盤のアンカーポジションに途中投入の鈴木です、うん、まあ、秋葉監督に言わせるとかつてレアルマドリードなどで活躍したレロンドであったり、はい、あるいは日本人というと大木原貴博のような、うん、ああいったタイプであるというふうに評価をしています、うん、大変技術が高くて攻撃のセンスがある、うん、あとはディフェンスの部分をこの水戸で上げてくれれば非常にいい選手になるであろうという話をしています。そうですね、特にボランチのポジションだと両方求められるので、うん、そうですね、うん、安藤が粘り強くいきます。追加タイム5分台に入りました。シン池田、失礼、田中、そしてここでタイムアップのホイッスル、うん、水戸、群馬との北関東ダービーホームでのリターンマッチも3対1で勝利、今日スタメン起用で2ゴール応えましたピットブル、そして2018年6月以来の実戦となりました公式戦本間浩二、見事ベテランがゴールに鍵をかけました。いや最後まで本間選手やっぱり集中していましたね、青木の追撃弾で一時は1点差に追い上げた群馬だったんですけれども、うん、追い上げ及ばず、後半戦のスタート黒星発進という形になりました。水戸ホーリーホックは前節の首位北九州撃破に続いて今シーズン初の連勝です。そうなんですね、初の連勝、そうなんですね、ちょっと意外ですけどもね、はい、坪井さん、北関東ダービーご覧になってどうですか、ゲーム終わってどんなまずご感想でしょうか。まあ、結果的には3対1と、はい、点差はついたんですけど、まあ、非常に見応えのある、はい、ゲームだったかなという気がしますね、まあ、若干水戸の方がペースを掴んでいる時間帯は多かったかなという気がするんですけども、はい、まあ、水戸の時間帯、群馬の時間帯っていうその前半も言いましたけども、はい、はっきりとこう流れが分かる試合展開だったので、まあ、見ている方としては非常に見応えがあったゲームだったと思います。まあ、群馬もなんとかこのダービーで勝って、後半戦のスタートいいきっかけ、切りたかったというところですけどね。まあ、お互いにそのやりたいサッカー、自分たちのサッカーというものは、はい、最後の最後まで見失わずに、うん、勝利を目指していたのかなという気はしますね。松原もいいセーブが続いていたんですが、3失点目は痛恨のボールロストがありました。まあ、そのあたりを相手キーパーの本間に慰められながらちょっと涙を、うんうん、を見せています。まあ、キーパーというのは相手ワンミスが失点に即つながりますので、そうですね、まあ、でも積極的にああいうふうに、うん、後ろのカバーリングをしている、はい、前半はいいクリアもありましたし、やっぱあそこキーパーが出てきて、そうですね、ボールを処理をしてくれる、ボール回しに関わっていくっていうのは非常に大事なことだと思うので、はい、今後また彼の成長に期待したいですね。まあ、これだけターンオーバーをして前節に続いて今シーズン初の連勝、水戸にとっては大きな1勝ですね。そうですね、まあ、やっぱりこの連勝することによって、はい、まだ上ともうちょっと差はありますけども、うん、今の中盤の順位ではそんなに差がないので、はい、一つ上位にこう食い込んでいけるきっかけになると思うので、いい勝ち点3だったんじゃないですかね、水戸にとっては、はい、群馬も決して悪くない時間帯も結構長くありましたし、1点差に追い上げて可能性を感じさせる時もありました。そうですね、やっぱりいい、自分たちの持ち味であるサイド攻撃、うん、特に後半なんかは両サイドともに高く取って、
できたと思うので、そうですね、はい、良さを出していたと思うので、また今後も自分たちのサッカーというのを貫いていってほしいですね、はい、今スタジアムでは久々の実戦になりました。本間浩二に向けて、ホームのファンから温かい拍手が送られていました、うん、まあ、山口と中山雅人の2トップを完全にお休みさせるという思い切った決断をした秋葉監督ですけれども、ピットブルが見事スタメン2ゴールで結果で応えました、うん、まあ、前半はやっぱ少しピットブル選手含めて、うん、なかなか攻撃の最後の部分とかうまくいってないのかなという気がしたんですけれども、はい、まあ、後半しっかり持ち直して監督の期待に応えたんじゃないですかね、選手たちは。そうですね、はい、こうしてまた出番をもらったタレントが絡んで、まあ、連勝が伸びていくような形になりますと、いよいよ水戸の方もさらにトップハーフから、うん、上位をうかがうような体制が整ってきます、うん、まあ、各ポジションを見ても本当にポジション争い大変だろうと思いますし、そうですね、いい選手たちが非常に多いので、そういうことを普段の練習から切磋琢磨しながら、はい、どん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 良くなってほしいですね、まあ、予算規模は J リーグの中を見渡しても下から数えた方が早い水戸ホーリーホックではありますけれども、うん、まあ、効果的に期限付き移籍で若手を集めながら毎シーズンのごとく選手が入れ替わっているんですけれども、いいチーム作りをここまでしてますね。そうですね、まあ、これは監督含めて、はい、チームに関わる、うん、まあ、フロント含めて会社含めて、いいマネジメントができているという証拠じゃないですか、ね、はい、これで8勝6分け8敗、星を五分に戻しました。37得点ゴールも伸ばしています、うん、今季の水戸です。さあ、それではヒーローインタビューです。サポーターからも帰ってきてくれた、そんな心境なのではないかと思うんですが、その中で、はい、ホームスタジアムで勝利に導きました、今の気持ちお願いします。いや、やっぱここが僕の家だなっていうか、うん、ここでゴールマウスの下に立っている幸せというのはね、こんな大きいんだっていうのを改めて感じられてすごく幸せでしたし、ね、お客さんたくさん入ってくれてね、一緒に戦ってくれたんで、僕一人じゃなかったんで心強かったし、元気な姿見せられて嬉しいです。やはりサポーターからの大きな拍手は力になりましたか？いやー、もうね、何よりも力になります。本当に僕のみんなファミリーなんで、誰のために戦ってるって言ったら僕はみんなのために戦ってるわけで、もう自分のために戦うんだったらもうとっくにやめてますし、はい、みんなと一緒にね、もっといい景色を見たいなっていう思いがまだ強いですね、はい、前節チームはいい形で勝利をしました。その中での今日のスタメンでした。プレッシャーもあったんじゃないでしょうか？そうですね、もう本当7回チャレンジして連勝もしてなかったし、ね、あんな僕は行ってなかったですけど、九州沖縄遠征でね、すごいゲームをダゾンで見せられて、もうね、これを切らしちゃいけないというか、ここからもう波に行く準備が俺できたなと思って、まあ、これで勝てなかったら僕男じゃないなと思って、はい、自分にプレッシャーかけたら今日ちょっと足つっちゃいました。その足がつりながらもだとは思うんですけれども、はいはい、前半後半ともにたくさんの声をかけられていました。どのようなことを意識されたんでしょうか？何も意識はしてないですね。本当勝つために、チームのために、このクラブのために、うん、サポーターにいいものを見せたい。ダービーこの間本当に悔しい思いをさせて、本当に僕らも情けなかったですし、それはやっぱダービーでしか取り返せないのでね、もう何が何でも本当になんか何も今日監督もみんなもう分かってんだろうと、うん、特に何も言わずに、はい、ゲームに入って、けどみんなあんまりこうチームの状態良くなかったですけども、本当に前向きにこう後ろ向きなサッカーせずにね、強気なサッカーというかね、うちのスタイルを貫き通したっていうのがね、今日の勝利につながってると思います。いい形で後半戦スタートできましたね。これからの戦い、意気込みお願いします。そうですね、まだまだ残り半分あるんで、僕たちは何も諦めてないですし、北九州さんもね、あんだけ連勝できたんだから僕たちもできると思うしね、サポーターのみんなとね、もっともっとたくさん喜びたいですし、みんなと楽しみたいですし、そのために
一戦必勝でもう 毎回勝ち点3狙って最後にいい景色見れたらいいなと思います。おめでとうございました、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。勝ちました水戸ホーリーホック2018年の6月2日岐阜戦以来の公式戦出場となりました。キーパーの本間浩二のヒーローインタビューでした。スタンドにはこうして背番号1のシャツを持つファンも大勢詰めかけていますし、サポータースタンドの後ろには浩二と J1 へというバナーも掲げられております。まあ、折り返しの時点で水戸は27ポイントでトップ2の2つのクラブは44ポイントその差は17ポイントあるんですけれども何も諦めていない、という言葉トップ2躍進に向けての強い気持ちが感じられました。まあ、坪井さんベテランのインタビューっていうのはこう聞かせる引き込む力がありますね、うん、そうですね、まあ、本間さんは僕よりも2つ上なんですけれども、はい、まあ、こうやってしっかりトレーニングを積んで現役を続けてこうやっぱり今日の言葉だけではなくてやっぱり背中で語っているんだろうなという気がしますね、プロ25年目水戸在籍はこれが22シーズン目となります。ちょっと特殊な状況になりましたけれども自分のためならもうやめている、ファンと戦うために続けているんだというこのベテランの本間浩二が前節首位北九州撃破のいい流れをここ北関東ダービーでも継続させる活躍を見せました。まあ秋葉監督もこれは何か一つ思い切った起用で賭けに勝ったそんなような一戦ですね。まあ、やっぱり後半戦のスタートで北関東ダービーという意味でやっぱりこの本間選手ですね、はい、やっぱり起用した、まあ、秋葉監督、まあ、それに応えた本間選手、はい、まあ、非常にいい関係なんだろうなという気がしますね。そうですね、まあ、賭けではなく十分賞賛があってのオスタメン起用ということでしょうけれども、松井それから三重川だけではないこのベテランの本間浩二も、いつでも行けるようにスタンバイをしているということを示してくれました。何か一勝以上にファンとの一体感も高まるようなね、はい、連勝を飾ることができたというような部分も含めて、非常に大きな一勝を水戸はこのホームで掴みました。まあ、加えてフル回転だった2トップの山口それから中山雅人を完全にお休みさせることもできた。そうですね、まあ、次節アウェーの大宮戦に向けても、まあ、これは大きいですね、はい、まあ、また今節で結果を出した、はい、いいプレーをした選手たちプラスやっぱり今まで結果を出してきた選手たち、まあ、これがやっぱうまく融合してでそして今日のように本間選手のようなしっかりチームを支えているベテランがいるということで、はい、まあ、今後やっぱり楽しみですね。そうですね、ストライカーのピットブルも2ゴールで結果を残しました。後半の頭から投入した奥田それから森も得点やアシストで結果を残して、はい、加えて FC 東京からの新戦力鈴木義武もわずかな時間ながらデビュー戦いろいろと収穫の多かったこの北関東ダービーの一戦水戸ホーリーホックです。では見事勝ちましたその水戸の秋葉忠弘監督のインタビューです。立ち上がりから厚みのある攻撃での90分間だったと思います。まず監督はこの90分間どう捉えていらっしゃいますか？お待たせしました。やっと22試合かかりましたけども今季連勝したっていうことがまずは全てですし、今そうやっておっしゃってくれましたけどダービーってもうまずは勝つことが全てですし、今日来てくれたサポーターやファンの皆さんや、ホーリーホックを愛する方で地域や行政やいろんな方の誇りとかプライドがかかっているゲームなのでまずは結果が出てで今季初の連勝ができてホッとしてます。その笑顔からもそのホッとした感じが伝わってきますがとはいえメンバー表を見ておそらくサポーターもどよめいたと思うんですが思い切ったターンオーバーで本当に誰が出ても同じクオリティを見せつけることができたんじゃないでしょうか？もうそう言ってもらえるのはやっぱ選手が一番喜ぶと思いますし、僕自身も選手たちは信じてますし誰が出ても我々は普段からいい競争してますんで、みんなが練習中からギラギラして、俺を出せ俺を出せって言ってますん でそれがやっぱりこうピッチでハイパフォーマンスにつながっていると思いますんで、もう我々の選手たちは本当にいい準備をして素晴らしいパフォーマンスを出してくれたなというふうに思っています。その中で本当に公式戦から離れていた本間選手がいいプレーを見せましたね。監督はどう評価されますか？
いやとても43歳とは思えないですよね。やっぱりダービーの歴史、我々クラブの歴史を知ってるもうレジェンドですし、やっぱ影響力はもうとてつもないので、やっぱそれが何度も見えないパワーとなって、ゴールマウスからボールを逃がしてくれましたので、やっぱまだまだ彼にいてもらわなきゃ困るなっていう、そう思える一戦でした。そして今日からが後半戦です。連勝でいいスタートが切れたと思います。これからの戦いに向けてお願いします。我々の目指しているところは、サポーターやスタジアムに来てくれたミトファミリーの皆さんと一緒ですし、また一丸となって、今でこそなかなかこう拍手でしか、後押してもらえないですけども、もう少したらなんか緩和されそうな雰囲気にもなってきてますので、ぜひ、大声援を背に、42試合終わった時に、必ずみんなと笑い合えるように、夢の続きをみんなで見れるような、そんな順位にいられるように、まだまだ頑張っていきたいと思います。おめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。勝ちました水戸ホーリーホック秋葉監督のインタビューでした。まあ、今シーズンはコロナ禍の中で、昇格プレーオフは行われず、上位2チームのみの自動昇格という大変狭き門にはなっているんですけれども、まあ、それでも夢が見られるポジションへという言葉が監督選手から聞かれる、はい、何か本気で狙ってる感じっていうのが伝わってきますもんね。そうですね、本当に本間選手、秋葉監督の言葉だけじゃなくて、今日のプレーを見ても、はい、やっぱり出ていた選手からそういうものを感じるので、はい、今後やっぱり途中で満足せずに、はい、どん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 いい競争しながら、チームとして成長していってほしいですね。はい、まあ、1歳年下本間浩二の活躍を称えた44歳の秋葉監督です。来月の13日に秋葉監督は45回目の誕生日を迎えますけれども、まあ、その頃までに水戸がどんなポジションにいるのかっていうのはちょっと今から楽しみです。そうですね、やっぱりそれで誰が出てもやっぱりいいサッカーできるので、はい、本当にそういう時にまた誰がピッチに立ってるんだろうかっていう楽しみもありますし、はい、今シーズンは本当に、試合の間隔も短いですし、各チームが本当に選手をやりくりしながらという形で、はい、一戦一戦勝敗の予想が本当につきづらい、ね、J2 リーグですけれども、九州ができたんだから自分たちもあれだけの連勝はできるんだと、いうことも水戸の選手は口々に言っています。でも本当にその通りですよね。やっぱ北九州があれだけの本当にいい内容、はい、いい結果、っていうのをこう出して、J3 から上がってきて出しているので、やっぱりこれはどのチームにもそういうチャンスがあるということを示しているんじゃないかなと思ってます。そうですね、前から激しくいって、そしてボールを動かしてと、志向しているサッカーは本当に似通っている、で加えてクオリティは絶対こっちの方が上なんだというふうに秋葉監督は北九州に対して、対戦前後に話をしていましたが、その北九州戦の勝利で大いに自信をつかんで後半戦も好スタートを切りました。さあ、それでは一方で残念ながら敗れてしまいました群馬の奥野良介監督のインタビューです。最後の最後までタフさを見せた90分間だと思います。監督はどう分析されますか？そうですね、折り返しの試合でしたわけだったわけですけれども、タフさは表現できた部分はありましたね。しかしながらやっぱり相手にはクロスからの攻撃で得点を奪われて、こちらはなかなかそこが得点に至らなかった、そういうところでやっぱり少し、ビハインドな状態からパワーをかけていくと、やっぱりまだミスが増えていきますね。ああいうところがもう少しの落ち着きと丁寧さと精度の高さを発揮できるようにして、なんとか1点返したところまで良かったんで、もう1点取れるようなチームになっていきたいなというふうに感じています。前半に比べて後半は特にオーバーラップからの相手ゴールに迫る展開というのがよく見えたような気がするんですけれども、そのあたりはやはりハーフタイムの指示からのという動きなんでしょうか？そうですね、その部分とあと選手の慣れの部分と両方ですね、相手の運動量強度が少し下がってくるところと、ですから前半からもそういった形を作れるようにやっぱりやっていきたいし、でもこういうダービー戦の中ではやっぱりガチガチの戦いになっていく部分もありますね。ですからそのまずは球際のところで戦っていきながら、そういったチャンスを有効にものにしていきたいっていうふうなには考えてました。今日の試合から後半スタートしたわけですけれども、はい、これから勝ち点を重ねていくという意味で
群馬に必要になってくれるプレーというのは監督はどう考えていますか。まあ、本当にこれからはもうどうでしょう、あの機動力プラススタミナっていうところ、そしてまた連戦続きますから選手がフレッシュな状態でその力を発揮しきれるようなところにももっと気をつけていきたいなと。まあ、実際この連戦が今ずいぶん続いてますけれども、そんな中でのこの秋口に入る疲労を考慮しながら、やっぱりゲームでベストパフォーマンスを出せるようになんとか選手を持っていってあげたい、そしてちょっと少しパワーが足りない集中力をかけたプレーっていうのを減らして本当に元気なプレーをファンの皆さんにお見せしたい、そんな風に考えています。ありがとうございました。ありがとうございました。ザスパ草津群馬奥野監督のインタビューでした。それでは J2 第22節水戸対群馬の一戦をハイライトで振り返ります。水戸と群馬36回目のダービーでの対戦となります。本間浩二が2018年6月以来の出場を果たしました。20分の水戸です。右サイドバックの岸田、前のスペース村田にパスを預け、村田がオフサイドポジション関与するのをやめ、そして岸田のクロスから最後は木村、惜しかったですね。そうですね、まず岸田選手がしっかり諦めずにボールを追ったところと、はい、で中に松崎選手、ピットブル選手、木村選手としっかりニアフォア真ん中に分かれて入っているので、ディフェンスの間間に入っているの でこのチャンスが不利になって生まれましたね。まあ、シュートはミートしたんですけども惜しかったですね。24分の群馬です。ショートコーナーを使ってフリーの宮坂のミドルシュート、もうこれはもう本当に群馬の狙い通りですね、はい、あそこに宮坂選手をフリーにしてしっかりミドルシュート、まあ、弾いた本間選手も、いい対応でした。0対0で折り返して後半ゲームが動きます。52分の水戸です。後半頭から投入された森、左サイド切り返しを繰り返してクロスを上げ切りました。ダイビングヘッドピットブル、もう最初に森選手が外に逃げて空いたスペースにピットブル選手が落ちてきて、そしてまた自分が受けたボールを森選手、そしてこの1対1から速いクロスに対して飛び込んできたピットブル選手ですね。まあ、本当にあの作りのところからの一連の素晴らしいゴールだったと思います。はい、スタメン起用に応えましたピットブルです。64分の群馬です。後半は攻撃に絡んでいった小島から新、そして大前、多分得意のサイド攻撃からですね、はい、小島選手がしっかり絡んで新選手が飛び出したところをうまく使ってからの大前選手でしたけれども、まあ、彼のクオリティからすると悔しそうですね。67分です。スローインから一瞬の隙をつきました水戸、岸田のクロスにピットブル、まあ、スローインからの一瞬の本当に隙でしたけれども、はい、まあ、岸田選手がうまく抜け出してここで止まったピットブル選手ですね。相手ディフェンダーがボールウォッチャーになって釣られたところをしっかり自分は止まってフリーになったところに、はい、まあ、早いボールに対してしっかり面を作って当てた素晴らしいゴールですね。初の一試合2ゴールでピットブルが結果で応えました。80分です。途中投入の高瀬のクロスから、こちらも途中から入った青木のダイレクトシュート、1点を返します。まあ、後半このいいサイドチェンジから空いてた左サイドを使って高瀬選手が入ったことによって早い段階でアーリークロスが入るので、それに対してセンターバックとサイドバックの間に青木選手がしっかり入って最後はボールにしっかり当てるということですね。はい、青木の今シーズン初ゴールで1点差に迫った群馬でしたが、89分でした。水戸、このクリアボール、高瀬がキーパーの松原へバックパス、これを奥田がチェイシング、そしてなんと奪い取って無人のゴールへ、大きな3点目が入りました。もうこれ奥田選手が諦めずに2度追いしっかりして、ね、ここでもスピード緩めてないですからね、やっぱり取れることを信じてプレスをかけているので、はい、もうその後落ち着いてゴールに流し込みましたね。まあ、松原選手は悔やまれるかもしれないんですけれども、まあ、あそこにエリアでキーパーがしっかり、ボールポゼッションに関わることっていうのは非常に大事だと思うので、はい、まあ、今後また彼が成長していくことに期待したいですね。水戸が3対1でダービーを制しています。最終的なこの試合のスタッツです。
シュート数では前半に増して、群馬が、まあ、上回る形になりました、うん、17本と10本そうですね、枠内シュートを数えてもやっぱり群馬の方が多いので、はい、まあ、やっぱり群馬の方も自分たちのやりたいサッカーしっかりチャンスを作るということはできていたと思うんですけどね。そうですね、はい、コーナーキックでも5対1と群馬の方が大きく上回りました。ボールのポゼッションでは試合通じても 59% と水戸の方が上回っています、うん、ただプレーエリアはまあ押しなべて後半、まあ、90分通しますとほとんどイーブンという形になっています。まあ、あのボールはやっぱり水戸が随分、うん、特に後半もそうですけどもよく動かしてたなって気がします、はい、アタッキングサイド今度は、まあ、水戸は右サイドがトータルでは 48%、うん、半分近くになっています、うん、まあ、岸田選手もそうですけども、まあ、両サイドともにあの人が変わってもよく攻めていたと思います、うん、そうですね、群馬の方は小島それから後半の途中からは高瀬が入った左サイド、うん、やはりここが起点になりました、はい、まあ、やっぱりこれは左群馬の左サイドっていうのは、うん、あのストロングポイントだと思うので、はい、あの誰が出ても使えてあのいいチャンスは作っていたと思います。そうですね、前半シュートゼロだった大前が試合トータルでは両チーム通じてトップの4本まで、うん、宮坂林も3本ずつ、ただピットブラシュート2本で2ゴールですか。そうですね、100% ですね、はい、まあ、あの大前選手はあのおそらくやっぱりもともと技術あるので、うん、あの悔しい試合だったかなと思います。そうですね、最終ラインのセンターバックコンビとそれから2ボランチあるいは右のサイドバックの岸田左の川野と、よくボールを動かした水戸です、まあ、あの辛抱強くしっかり動かして、うん、その結果やっぱり前線がしっかり動いて得点が生まれたかなって気がします、はい、改めてピットブルと大前元気のヒートマップも見ておきたいと思います、はい、後半は前半とはこの2人ずいぶん変わりましたもんね。そうですね、まあ、やっぱピットブル選手は少しやっぱり真ん中がもしかしたら窮屈だったかもしれないですね、まあ、あらゆるところに顔を出すようになって、はい、でまあ、結果で自分のプレーエリア真ん中のプレーエリアというのを作って得点を生んでいるので。そうですね、はい、まあ、それが現れてるかなって気がします、まあ、そのあたりはちょっと大きかったかもしれないですね、はい、さあ J2 リーグの他会場の結果も見ておきたいと思います。はい、結果それから経過ご覧の通りとなっております。アビスパは勝ち続けてますね、うん、北九州がこれで連敗という形になりました、うん、まあ、これから上位は特に2週目に入って研究されてくると思うので。そうですね、はいはい、現在のポイントも、まあ、加えた上での暫定の順位表を見ておきますが、水戸はこれで30ポイント、まあ、星も五分に戻しました、まあ、加えて3ゴール以上が今日のゲーム含めて6試合でよく点が取れてるんですね、うん、そうですね、まあ、あの裏のケアってそういった部分もそうですし、うん、はい、あのディフェンダー陣も非常にいいプレーしているので、今後楽しみですね。そうですね、群馬の方は19ポイントのままという形になりますが、この後はホームでの2連戦が続きます。5連戦の4戦目5戦目は山形千葉とのホーム連戦ですので、またホームに戻って立て直したい群馬です。その群馬対山形戦も含めた次節の対戦カードご覧の通りとなっております。まあ、水戸は次節移動の距離は少ないんですがアウェーで大宮とのゲームという形になりますけれども、まあ、現状の勢い考えますとこれも楽しみな一戦ですね。そうですね、はい、それから長崎対徳島の上位対決、こんな一戦も組まれております。大変楽しみです。連敗とちょっと勢いに限りが出てきたでしょうか。北九州は町田とのアウェーゲームに臨むという次節になります、うん、まあ、まだまだ順位は坪井さん先も長いですし分かりませんね。いや、まだ分からないですねまあ本当に連戦なんで、あの1週間で本当に順位が入れ替わることがあるので、はい、そうですね、はい、はい、まあ、週に2試合3試合なんていう週もありますので、うん、一気に連勝連敗で順位がガラッと入れ替わるような今シーズンの J2 リーグ後半戦後白星発進、そして今シーズン初の連勝を飾った水戸ホーリーホックの今後の躍進というのも大いに楽しみです。この後の連戦はアウェーの大宮、そしてホームの岡山戦と続いていきます。お送りしてまいりました水戸ホーリーホック対ザスパ草津群馬の一戦、3対1水戸が勝利を収めました。解説は元日本代表坪井圭介さんでした。坪井さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは経営電機スタジアム水戸よりお別れいたします。